では皆様、休憩から皆様お集,お集まりになっていただきましたでしょうか。これから第2部トライアルセミナー、福島原発集団訴訟で見えてきたもの、私たちが守ろうとしてきたものとは、を始めさせていただきます。では、2部の進行について、また佐藤さんからご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えっとですね、えー、この企画ちょっと私の方で、えー かなり突っ込んでですね、こういうふうにしたいなっていう思いがあったんで、やらせていただきました。えっ、ー、と、今までね、もう10年間、同じ時代に10年間僕らは一緒に戦ってきたわけです。で、ここで新しい何かをね、えっ、ー、と、知識を得たいとか、誰かの講座を聞くとかね、するううんじゃなくて、すでにもう十分10年間戦ってきたわけですから、それぞれが支援する会、そして弁護団、そして原告の人たち、 それからまたずっとですね、あの、東電のこの、えー、事故の後ですね、えー、国東電のあの会見をずっとですね、えー、追っかけて、もう毎回毎回、あのー、会見に出席されて、で、この原発事故のことを我がこととしてずっとですね、フォローしてきているおしどりまこけんさんを迎えまして、まあ僕らはね、仲間なんですけども、ね、<laughs> それで、とにかくね、あのー、何かこう、構えて話すんじゃなくて、 どんな思いを今持ってるのかそのことをねお互いこう聞いたり問いかけたり答えたりしながらそしてまた最後会場の方ともやり取りするんですけども、えー、そうやって、えー、それぞれが今考えてることを深めながら気づきながら、えー、この会話の場をね作っていきたいと思ってますでえっ、ー、とですねこのこれから3つのステージがあります1つ目のステージはこの登壇してる人たちが1人持ち時間5分 5分で簡単な自己紹介、プラスこの決心を迎えて、この10年間を振り返って、今何を考えてるか。二つ目。で、3つ目がですね、えっと、5分しかないですからね、全部語ることはできないので、この場でこれから私はこういうことを語りたいと思っている。なぜなら、こうだから。あるいは、こういうことが私は今ね、ぼんやりしててよくわかんないんだけども、誰かさんに聞いてみたいとかね。そういうことでいいんですけども、テーマをね、1つ2つ、簡単にその5分の中で触れていただきまして、 えっと、5かける8で、これで40分ですね。45分ぐらいの時間がそこでいきますけども、これが最初のファーストステージです。で、セカンドステージは、今度、登壇者同士のやりとり。それをね、やりたいと思ってます。先ほどね、A さんはこう言いましたけども、P さんはこう言ってたけど、どうなんですかね、とかね、含めて、その辺の会話のですね、デザインというか、会話のこう、やりとりの方向をですね、全部あの、ご健さんたちにですね、お任せしまして。 マコケンさんたちも当然お話しするんです。えー、お話を、お話し合いをしようということですね。で、お話し合いって言ったときに一人、これもね、3分というね、縛りをつけます。えっ、ー、とね、ドドドッと話しちゃうと、いくらでも話しちゃうんで、3分という縛りの中で、えー、やりとりをしていく。まあ、1分でも30秒でもいいんですけどもね。問いかけはもう10秒ぐらいでもできちゃいますけども。まあ、それを何度もやってもいいと。それが第2ステージ。で、 ええと、このね、第二ステージは基本的にはこの登壇者のやり取りを中心にしたいと思うんですが、ただ話を聞いていて、会場の方から、今どうしてもこのタイミングで自分これを話したいと、あるいは聞きたいと、そこ聞かないと深まらないというもしがありましたらですね、手を挙げていただいて、えっ、ー、と、それも3分までだったら OK です。で、これがセカンドステージですね。で、サードステージ、まあ、休憩入れるかどうかはちょっと私の方で後で判断しますけども、 最後のステージは何かというと、会場の皆さんと、それから登山者の間のやりとり。で、その時にも3分という縛りを、あの、つけさせていただきます。で、あと1分という時にはね、あの、あと1分という、えー、オレンジ色のカードをこう開けますので、えー、いやいや約1分でいいですからね、そんなにギリギリに考えませんけども、約1分で終えてください。で、3分ってね、意外とね、長いんです。で、テレビなんかでは3分以上話すとね、ほとんどこう嫌いちゃうみたいな世界があるんですけども、 えー、そういった意味では3分というものの中で、えー、聞きたいこと、でも1分でもいいんですよ。それを何回やってもいいです、それはね、時間がある限り。ということで、えー、と3つのステージ、これから作っていきますので、よろしくお願いします。ハガキに関しては、じゃあ最後にちょっとね、触れますね。ということで、えー、とじゃあ、えー、と司会を真悟健さんの方にはいはい、お願いします。 こんにちはまこですけんですお一人です今日はよろしくお願いしますお手柔らかにお願いいたします本当に今日ね先ほどねあの佐藤さんの方からご説明ありましたけど今日皆さんにもガンガンお話ししていただきたいのでぜひよろしくお願いいたします本当にね今日のテーマとしてその誰かの話をずっと聞くであの時々質問をするということではなくて誰かの話を聞いてそれを感じ取って それを言語化していくということを繰り返し繰り返ししてもうね、はい、この10年間の、うん、この福かの訴訟のお話だけではなくもう学園でもね話をしていたんですけど学学園でも話をしてないんですけど、えーすはい、多分もう本当にね、はい、その原発事故じゃなくいろいろな世の中の問題があって社会の問題があってでもつながってるしそして原発事故の問題があってということがありますので。えー 今日はどんな、どういうふうに転がるかわかりませんけど。皆さんと、いろいろ、いろいろ話し合いながら、感じ取って、それを言語化していくということを。取り組みたいと思います。一分経過。あ、すいません、すいません。あ、ちょっと、けんちゃんの、けんちゃんの時間、減らしてもらっていい井上さこれですか?。はい。あ、あ、でも、もしあれだったら、けんちゃんを三分にしてください。はい。あ、でも、どうします?。では、自己紹介。あ、そう、それでですね。あ、なんですか?。あの、そうですね。 手を挙げてしゃべる、どうしてもそのことについてしゃべりたいと思ったら、えー、手を挙げていただいたらいいですねしゃべりだそうな方を見つけたら私まあ,あのなんか、なんかありますかっていうふうにも言いますしね、えー、なるほどね、わかりましたでもせっかくですから一番初めにちょっとだけ声出してやっておきましょうか、えー、声出してやっておきましょうか声で出すと、ね、あのしゃべりやすくなりますからね、えー、じゃあもうせっかくですから、はい、我らが原告団長の名前をみんな叫ぶということにしましょうか。 私たちが村田って言ったらみんな、ひろむーと書いてください。ひろひろ、ひろでひろ、元気しようね。はい。いきましょうでは、村田、ひろむー村田、ひろむー村田、ひろむーいや、もうね、こう、いい感じで皆さん声が出て、もう喋りやすくなったんではないでしょうか。はいはいはい。そう、そう、こんな感じでいきましょうこんな感じでいきましょう。まあでも、最、最後にも、あの、皆さんが、どんどん、 もち,もちろん、もちろん、いやいや、もうあんまりしゃべらなくていいよ、タルタルしてから、はい,は,いはい。では、もう一番初めの自己紹介は、もうみんなの我らが村田広務。村田広務コールに誘われて、あの原告団長よろしいでしょうか。はい、はい。それでは原告団長よろしくお願いします。はい。えー、村田広務です。よろしくお願いします。 えー、佐藤さんも相当な帝国主義者になりましたね <laughs> あの前田明さんがいつも私は帝国主義者です必ず時間を守りますとおっしゃって、えー、あの進めておられたのを思い出しました、えー、30秒ですかね <laughs> えっと,、えー、ともかくあのおまず自己紹介ということでしたので、えー、私はあの原発事故の当時、えー、南相馬市の小高区というところに えー、住んでました、えーとえー、原発から16キロのところでしたので、えー、会社を丁寧になってやったと思って田舎に帰って、えー、百姓の真似事を、まあ、嫌がる神様をです、ね、説得して <laughs> あの、えー、神みさんと二人で、えー、神様さんの実家である小高に帰って、ねえー、百姓の真似事をやってました。ちょうど8年経って、えー、なんとかですねあの 荒れ、えー、果てたとこ農地をですね、えー、結構広いんですよね、七段部て言いますから、2000坪ぐらいある、<laughs> 元あの果樹園をやってたとこでね、えー、ご両親亡くなってから、もうずっと、えー、ほったらかしになってたもんだから、相当荒れてまして、それを一生懸命、えー、やって、もう一度桃の木とか、リンゴの木とか植えてね、それで、えー、ようやっと様になったかなと思ったときに、ドンと来たのが、この原発の事でした。 えー、そして、えー、わけまわからず神さんと当時一歳未満の猫ちゃんと二、えー、人一匹で、えー、子どもたちのいる横浜に避難してきて、えー、それからざっと十三年 <laughs> まだあの借家暮らしをしています。えー、そのところは自己紹介です。それでご、えー、存知のようにあの先日ですね六日に、えー、東京高裁で。えー あの決決をしまししままて、1月26日にに、えー、の判決が出ることになりましたで、えー。今の心境を一言で言えばですねまあよくぞここまで、えー、来たなというのとまだここまでかっていうね相反する気持ちで今なかなか整備一つに整備することはできていません。 えー、よくここまでというのはですねあの私たち、えー、横浜地裁に提訴し,てしたのが2013年の9月ですからちょうど10年前になりますねでその当時第一人はですね61世帯の174人で提訴したんですで、えー、つい先日の決審の時はですね えー、56世帯の167人現在なんですよで、その間8人の方がお亡くなりになりましたけれどもほとんどおおその最初に提訴した方々と一緒にずっと えー、ここまで歩いてこれたなということが一つよくぞここまでということですもう一つはあの本当に今日のこの会場を見ていただいても分かると思いますけどあの私たちを支援してくれた福かなですよね、えー、福かなは私予定として次の年の1月に結成されたと思いますけれども、えー、現在までずっと600人からの 解任、えー、サポーターの方で私たちを支えて続けてくれていると、えー、よくぞここまでという、うん、思います。で、えー、まだここまでかと思うのは、なんと未だ交際での争点が国に責任があるかどうかということとか。 えー、賠償が、なかなか避難指示が出なかったところの方々、十数万円の賠償がでいいのかみたいなことを、いまだ司法の場で争ってるってい、まだここまでかというのは、まあ、そのところです、えー。あと1分だそうです、ちょっと言いたいことが一つあります、えー、皆さんご,、えー、ご覧になったかも分かりません、昨日のですの、ね、東京新聞の一面の選筆というコラムに、えー、こんな話がありました。 え、映画、昔の映画ですね、スミス都へ行くという映画が、えー、1939年の映画だそうです。僕が丸3年前の映画だそうですが、えー、この中で、えー、その、えー、その大変クールな女性秘書がね、えー、そのスミスにね、こう言ったそうです。えー、勝ち目はないわね。そういう意味じゃ、あ挑むのは馬鹿よ。でもね、世の中に起きた、 素敵な出来事って全部そういうおバカさんがのおかげなんだよねって言ったっていうね、もうこ,こ,のこのコラムの言葉が今の私の心境にある意味ではぴったりです。えー、おばカさん、我々おバカさんです。ただ向こうにもっとひどいおバカさんがいます。えー、後のお話の中でその両方のおバカさんについてですね、もう少し深められたらいいかなと思います。じゃあそう。<laughs> こんにちは。えー、私は、えー、事故の時に、えー、水戸に旅行をしてました。えー、それで、本当に、あのー、愛観、愛観町にそれで、あのー、 避難をしまして、それは、夫の友達がそこにいるから、ということで、あの、愛川町に避難しました。えー、私、一番、今、言いたいのは、あの、その年に、すぐ、あの、ぬちどごたからっていうね、 命が宝だよっていうあの集会をあの福島の河原、うん、だったかしらね <laughs> にあの集1万人が集まったんですそこで。で早川さん亡くなってしまいましたけれどもその方が中心で、えー、命が一番大事なんだよ。 だからそのために、あの、戦っていかなくちゃ、原発本当になくさなきゃ、というような、あのー、集会だったんです。そこに出て、それで、えー、それから、現在に至っています。えー、一番私、今、言いたいのは、 20ミリがね、20ミリシーベルト許容のね、それ以下ならあって、20ミリがね、切れてないってこと。1ミリにね、戻、戻せない。戻せてないっていうこと。つまり、機民ですよね。しかも、被害者はかなり大勢いるんじゃないかと思うんです。えー、1ミリシーベルト以上、 を浴びてる人って結構いるような気がします。だからそこを1ミリは本当に上限だよというようなね、そういう命を守る戦いをしていかなくちゃいけないかなっていうふうに思っています。 はい。えっと弁、b 次は、あの、弁護団の方から、弁護団長をしております、スイッチでございます。あの、私が、この、この弁護団長というふうになりましたのは、本当に、あの、ちょうど震災の年に、えっと、神奈川県弁護士、当時は横浜弁護士会でした。そんな名称も変わったのですが、もう10年ですね。あの、の会長をしておりまして、まさしく、あの、えー、 3月11日にはちょうど日弁連という全国の,あの弁護士の集まりのところの翌年の執行部を決める会合が東京の霞が関であった日だったんです。 それだったので、本当に全国の、あの、仙台の方も、福島の方も、みんな、その、えー、震災の後、各地に戻っていって、どうやって、あの、自分たちの会をやっていくかということで、大変なことがあったのを、今、あの、佐藤さんの始まる5分前の無茶ぶりのところで、あの、思い出して、あの、考えております。で、えー、そういった中で、あの、私たちの活動も、基本的には、最初はですね、本当に、あの、あの、 福島の原発の被害者の方だけではなくてその前の本当の東日本大震災の被災者の方々に対してあの各あの全国から現地に行って法律相談をしたりとそういう,ようなことをやっていましたその中で各地も、も爆発以降ですねあの各地に避難してこられた方があってそしてそういった方々のお話を聞いたりという中から弁護団も作っていきました。 で、えー、と今、その10年ということで思い出しますのはその10年ちょっと前のそういった集まりをしている時に、えー、その集まった方々からもちろんそういった裁判とかいう経験もしたことないしいろんな公害訴訟とかを見ると10年とかもっととかかかるんですよねそんなに長い間自分たちはやっていけるだろうかということで。 10年ぐらいかかるだろうというふうに内心は思いつつですねそうではないこともあるとかということをですねちょっとあの、えー、勇気づけたいという思いもあって言葉を濁したことを覚えておりますそして、えー、と訴訟を提起してからのこの10年あの皆様のおかげで、えー、決心を迎えることができましたが、えー、まだ本当にこれはあの、えー 1>, 1月26日の判決で我々の判決はもうあの聞いていただいている通りあの絶対勝つというふうに思っておりますけれども各地でいろんなのが出るとまたこれが最高裁でえっ、ー、と検討されていくという中でどういったところに絞り込まれていくのかということはまだまだこれから続くものだというふうに思っています。でで、えー、そういった中であの テーマとして何を、あの、これからのこととして言いたいかというと、やはりこれはスタートと一緒で、えー、本当に絶対に国に責任を認めさせるということ、国の責任なくして、えー、あの、いくら東電にですね、高額な賠償を認められたとしても、結局そのお金も国の方から補助されたりするわけですし、そんな形で、あの、正面から向か、認めることなしに進めるということでは、今またその、えー、 再度動かそうとしているようなところに対するどうしていかなければいけないかという国の責任をきちっと考えていくことにつながらないと思うのでなんとしてもそれを認めてほしいということ。 それと、あの、東米五段の方で毎回言っております、その被害の本質というのが、えー、その物理的なものだけではなくて、結局その放射線の影響、健康影響というもの、そこのところ、やっぱりそこもしっかりと向き合って認めてもらう。この2点を必ず、この各訴訟の原告あ、原告の方々に認めさせるということだけではなくて、えー やっぱりここにあのたどり着いていないあのご自身もあの被災されながらあの支援されるということでお名前を出していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんしなかなか自分としては動けないそれから福島に住み続けていらっしゃる方々ももちろん大勢いらっしゃるわけですねそういう方々にどれだけこのあそ,のその人たちのことの、まあ、先頭に立って戦ってきた方々の、えー、勝ち得たものを広げていけるか。 ということが重要だろうというふうに思っています。本当にどれほど前か考えられないくらいの水俣についてもですね、えーと、9月下旬でしたか、その線引きとかそういったことについておかしいということはまだ地裁ですけど認められました。そんなに時間がかからないであの原発についてもそういったことを認めていかれたらいいなと思うことと、もう一つは山田さんもおっしゃったその20ミリシーベルトです。一体いつまで緊急事態だというのだと。12年 半経って緊急って言ったらもうあの、えー、本当に緊急じゃない時期緊急という日本語を知ってるかと言いたい感じもするところでその終わりがいつ来るかということをあの、えー、見ていきたいなというふうに思います以上ですはい、えー、同じく弁護団の、えー、事務局長やってます黒沢です弁護団としての立場から言うべきことはもう団長が すべ <laughs> てさらっていきましたので <laughs>、個人的なところから。えっと、自己紹介はそうですね、はい、えっと、いうことで。で、あの、祖父、母方の祖父母が、あの、広島で、えっと、ずっといてですね、そっちは寺をずっとやってる一族で,で、広島、の、原爆の時も、えっと、昭原っていう地域なんですが、えっと、市内から、えーまあ列車に乗って、 商売欄に救護所っていうか、あの、応急のものができていたので、まあそこに運び込まれたりっていう流れもあった場所なんですね。で、まあ、えー、そ,そんなところもあって、まあもともとあの、広島っていう属性を持っていたっていうところと、であとあの、原爆署の弁護団っていうのをですね、えっ、ー、と、弁護士になって1年目から、えー、事務所に入った途端に書面を渡されて、<laughs> あの、この国への再反論の、その反論を書けとか、 いうところからスタートしてたので、えー、と弁護士に入ってからもずっとその、えー、広島、長崎の原爆症の問題をやってきていたというところで、でそんな中でですね、えー、2009年、9年ぐらいですかね、えー、と横浜での原爆症の訴訟も終わりましてですね、でちょっとこう手が空いてたところで2011年と。 いう感じでした。それで、まあ、えっ、ー、と、当初、原爆症弁護団とかの仲間で、10年前どんな話してたかを振り返ると、まあ、やはり、あの、原爆症の訴訟で法廷に行くと、皆さんいつも言ってるの一1015法廷でやってるんですけども、やっぱ国を相手にやっていて、で国からは、いや、あなたたちは、大して被爆もしていないのに、60年も経って、誰もがかかる、がん、という病気になったからといって、それを理由に、 こういう請求してくるのはおかしいという話を堂々と1015法廷でやっていたんですね。それが2007、8年頃にはそんな話をしているということがあって、えー、おそらくこの繰り返しがまた起こるだろうと。1945年から60年、70年経ってやっていることを、2011年から6、70年後にまた同じようなことをやらせるのかということを考えたときに、 え、初動として、やはりこの問題について、きちんと取り組まないといけないだろうというところがございました。まあ、そんなところで、自己紹介と10年振り返りですね。で、まあ、その後ずっとそういう流れでやってきているので、で、あの、うちの弁護団の場合は割とそういう意味では、被爆の点が、え、中心になっているのは、そういう属性が一個あって、あとは、スイッチ団長言ったように、各地弁,弁護士会で、こう、避難者、被害者の救済にずっと当たって、 で、まあ、そうやってやってきてるっていう流れです。で、テーマは、あの、いっぱいあるんですけども <laughs>、えー、今日一、二個に絞れって話なんで、で被爆のとこもだいぶ出てますから <laughs>、えっと、もういいかなと。えー、私から提起するとすると、まあ、あのー、実は私、収集の時なの、裁判官志望だった時期もあってですね、で裁判官ってどういう人があなるんだろうとか、<laughs> 裁判官ってどうやって判決書くんだろうって見てたんですけども、 まあ、その裁判官たちと、どうも今、最高裁含めて、えおかしな判決が続いているところの流れがですね、どうも違うような気がしていて、まあ、これよく裁判所の劣化とかですね、あの、最高裁のその、まあ、いろんな流れの中で、現場がこう、歪められているところがあるって言われるんですけども、まあ、そういう裁判所の劣化のようなテーマをね、まあ、話せたらっていうところですかね。はい。じゃあ、私から以上で、あと、副科なグループに任せますね。 はい <laughs>、はい、あの皆様今日はようこそご参加いただきましてありがとうございますあの私の方が、えー、皆さんに、えー、どうして10年間も支援してくださったんですかと逆にあのお聞きしたいような思いがしております、えー、でもまああのそうは言いましてもまず自分のことを話さなきゃいけないのでちょっと あの、お話をさせていただきます。あの、実は、あの、そもそもなんですけども、15年、3年ぐらい前に、あの、私が村田さんと、えー、知り合いまして、で、私ね、見かけによらずに、ね、おっちょこちょいなんですよ。それで、あの、裁判を起こしたんだよって聞いて、あ、裁判を起こされたなら、まあ、傍聴ぐらいはしなきゃな、と、あの、軽はずみに考えてしまったのが、この間違いのもとで、<laughs> それ以来10年間、あの、えー、関わってしまったんですけども、で、今回、ちょっとあの、こういう言葉に、あの、立たされるにあたって、えー、我が会の事務局長、これ、また優秀なね、しっかりした事務局長、水沢さんいますあの、なん、からね、私このように言われました。あんたはね、あの、人ばっかり消しかけて、やれやれって消しかけてるけど、あんたに、ね、自分のこと何も喋らないねって。あんた喋んなきゃダメだよ。 と言われまして、ああ、そうか、と思いまして、えー、私がじゃあ、えー、10年間どう、何の、何が心の中にあったのかな、ということを、えー、実は今回初めて、あの、白状をする経過となりました。えー、5分間で喋るというのは大変厳しいんですけども、あの、私、その、裁判の、あの、支援をしている間の中に、あの、これというのは、 国難、日本の国が国難にあったときに、一体日本の国家というのは国民に対して、えー、どういう向き合い方をするんだろうか。実はこれ原発事故だけじゃないんで、あの、国難と言いますと、まずはこの近年で言えば戦争と、あの、まあ、小さな色々ありますけども、原発が、 やっぱり一番大きなあの国難だと思いますけれども、その時の国難に向か,向かう、あの、国難に対して国家が国民にどういう向き合い方をしたかというのが非常によく似ているなということをだん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 あの思い至りました。まず5分で喋れないと思いますので途中で、ま、多分切られてしまいます。ですけれども、はい。あ、テーマにしておけばということだ。た ずっと喋る、次に喋る、ありがとうございます。次の3分で喋るということなんですけどもね。まずその、この戦争と原発というものの後の経過の仕方が非常によく似ていると思います。だって、原発は絶対、 安全だと言われました。で、戦争、戦前は、日本は神の国だから絶対戦争に負けないんだと。ところがそうではなくなりました。甚大な被害が起こりました。で、その時にその甚大な被害から立ち上がるために、じゃあ国家は何を、どう何を国民に、えぇ、ー、強いたかと言いますと、それが非常に、あの、私はよく似ていると思います。まず結論から先に言いますと、まあ、あの、 戦争だから国がやった戦争なんだから国民は受任しろ。で、これは全く福島と同じですよ。20ミリシーベルトまでは受任しろ。少々の被爆は、えー、我慢しろというのが今福島ですね。 で、これはちょっとあの、井戸さんの、えー、発言の中にありましたけども、100ミリシーベルトは安全なんだから、福島のみんなは健康に暮らしてんだから、そこで330人以上の工場洗顔の子供が出てきたんじゃ困るんだと。そういうのがやっぱり国の姿勢だと。いや、もう本当に全っ、ま、全く私はその通りだと思いますけど。で、経済復興のためには、国民は黙れと、働け。 で今の、えー、原発で言えばあの、風評被害が出るんだから、みんな黙れと。まずそこら辺もよくに,に通っておりますね。それから、まあ、もういろいろありましたのでね、5分ではしゃべりきれないんですけどもあの、それから国民を分断しています、賠償金。あの軍事の場は弔役金と言いますけども、あのー、懲役金が出ま,す出ました。 それで、私も実は戦争の当,当事者の端,端くれなので少しはわかりますけども、皆さんね、軍人の懲役金なんてのはね、もう分断されてます。偉い人から順番に少なくなる。で、一人一人が侵略戦争の手先にされて、殺し殺されて命を落としていながら、この懲役金というのは非常に少ないです。でも、それでもね、 あの、また話は長くなりますけど、空襲やあの広島や長崎の人たちは、一銭ももらえてないんですよ。そうすると、何と言われたかと。いいはね、戦争で死んだ人はお金がもらえるのね。私何回か言われました。これは今のね、あの、避難者の人が、みんなから、あら、お金もらわれていいじゃないの。そう言われるのと非常によく似てます。 はい。それで国民を線引きし、分断し、そして賠償金、弔役金を早く、早く切り上げようとします。弔役金、軍人弔役金の場合は、えー、やっともらい始めたのは、あ、ごめんなさい。もう、もうですかはいはい。あ、もうやめます。あのね、18歳、え、1分過ぎたあ、5分過ぎた。あ過ぎた、はい。という、ということで、非常によく似ている。 はい。真実の、知らせない、隠す。で、最後は自己責任で、はい。自己責任で生きさせられる、生きさせられる。もう非常によくね。でももう5分経ちましたので終わります。はい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 。え えー、林洋子です。えー、共同代表を、あの、引き受けております。えー、まず自己紹介ですけれども、えー、私は、あの、二つの理由で裁判のこの活動に関わらせていただいております。えー、まず私は、あの、えー、南相馬市原町山田さんと同じ、あの、ふるさとで、えー、 原町市大貝村、あざ、北向き127番地の、山の上で、山奥で、えー、5歳まで育って、そしてあの、原町のところに、ま、あの、来て、えー、5年過ごして10歳までおりました。で、この原発事故後に、えー、墓守両親の墓守をしてくれている、えー、いとこからこんな電話のやりとりがありました。えー、電気は、 東京の人たちが使ってんだべ、と。なんで俺らがこんな目に遭わねばならないんだ、ということを言われまして。で、私は言葉がちょっと出ませんでした。小さな声でごめんね、と言ったような気がします。で、それで、その後、そうだと私は被害者でもあり、加害者でもあるのだな、という、そういう、あの、当事者だ、というふうに思って、あの、来ました。 で、もう一つの、あの、理由は、えー、私は、あの、精神障害者の福祉施設に長年勤めておりまして、えー、PTSD、えー、心的外傷後ストレス障害という,うことに、あの、関わり、って言いますか、関心を持っておりました。ので、あの、まあ、被災された方の心の痛みは、 まあ、あの、消えることはないとは思いますけれども、あの、加害者、まあ、東電、国が謝罪することが、やはり、それから、初めて、あの、癒されていくというか、スタートしていくのだと思います。ので、私は、あの、何もできませんけれども、あの、 原告団勇気を持って裁判を起こした原告団の、あの、そば、傍らに、あの、一緒に、あの、いることができるかな、ということで、あの、関わっております。で、あの、一番、まあ、この間に、あの、思い出している、いまあ、いい体験と言いますか、勉強になったことを、あの、一つ申し上げます。あの、2017年に、あの、無償 えー、住宅無償打ち切りがありますという、あ,あるということで、えー、まあ、全国で、じゃあじ、あの、自治体に、あの、働きかけしようということで、えー、村田さんや山田さんと、あの、一緒に、あの、無償提供打ち切りをやめてくださいということを、福島と、えー、国に、あの、えー、言ってくださいと。 という意見書提出を求めに、あの、神奈川県内をずっと、えー、2016年の、えー、暑い夏から2017年、雪が降る寒いところ、まあ、あの、各、あの、自治体を回って、まあ、いろいろ、まあ、自治体を回っていく中で、まあ、結果、の、17市町村の採択を、あの、得ました。 まあ、神奈川県があと一つですね。まあ、その中で、まあ、私が一番、あの、回っていく中で、あの、感じたことは、えー、国の力関係、あの、国の政党政治が、あの、そのまんま地方自治体に及んでるということです。あの、西岸を、あの、持っていくにあたって、あの、 請願書の筆頭に、やはり一番、まあ、つまり、はい、自民党が、ええー、一番頭に来ないと、あの、回って、あの、採択されない。 ということが、まあ実感としてありました。やはり国と地方自治体というのは、やはり独立したところもあって、地方自治体が、まああの、底上げをして政治を変えていくという、まあ私も当たり前のことを思っていましたが、やはり地方自治体もそういう実態なんだということが少し、あのー、 まあ、ちょっとがっかりですけれども、今後、これについては、まあ、どう考えていいのかな、ということを感じました。まあ、あの、この二つの趣旨については、あの、子供、あと、福島原発子供被災者支援法を、あの、ぜひ、 これもあの、理念法と言われてますけれども、抜本的、継続的な支援が可能な新たな制度を、あの、確立することということを、17年度も、あの、継続した住宅支援を受けられること、この二つを、あの、求めたわけですけれども、はい。あの、結論っていうか、そういう動きが、私の中では、あの、とても、まあ、いい体験というか、勉強になった次第です。はい。 ありがとうございました。で、あの、私たちも自己紹介をということでしたので、簡単に短く。はいはい、あ、一,一人、ずつやりましょうか。<laughs> はい。<laughs> おしだりまこと申します。えー、原発事故の取材をしながら漫才をしております。簡単な自己紹介、ヒストリーというか。私、あの、神戸生まれの神戸人たちで、神戸の大震災に会い、そして大学を中退し、 原因になりました。で、神戸の地震っていうのは復興災害っていう言葉があるんですけど、結構なんか行政任せの復興がひどい話になっていったっていう、長田高校っていうところにいたんですけど、長田がひどい町になっていったという経験があります。で、原発事故が始まって、で、まあ取材をすると、これ、こうなんていうか、復興災害どころか、なんて言うんでしょうね、あの国策災害というか、もう政府の存在そのものが災害みたいな、もうえらいことになってきてるんだなというのが、本当によくわかりました。で、 まあ、今はやめたんですけど、2011年当時、2018年にやめたんですけど、吉本工業というところにいて、えー、テレビで報道されること、テレビタレントが話すことと、現場がいかに違うかっていうのを思い知らされたので、取材を始めました。あの、まあ、ちょっと録画してるけども、若干、も、まあ、ね、別に言ってもいいよね。その、東京でテレビに出てるトップの人たちが、 東京におらず沖縄とか関西とか外国とかに避難してるけれどもあたかも東京にいるような感じでテレビ番組が作られていく様子を見てでもテレビでは直ちに影響ありませんというのを繰り返し流れてるのを見て これは実際どういうことが起こっているんだろうと、実際東京電力の会見を見出して取材し始めたのがきっかけです。で、2011年毎日100人いた記者さんも、もう東電会見では、もう13年経ちますと、今年2013年とうとう東京電力の記者じゃない、東京電力の候補以外、取材している記者はおしどり2人のみというね。そうそうそう。こう、お見合いみたいなね。<laughs> もう東電候補二人、おしどり二人みたいな、こんな広い部屋いりますかみたいな、そんなことがありました。で、えー、そうですね。 あの、なんでこんなに乖離してるんだろうと常々取材しながら思ってたんですけど、2019年ぐらいから電通券っていうのを私たち参加してまして、電通による世論調査研究会っていうんですけど、情報開示請求でたくさんの公文書が出てきて、原発事故の後、電通にどこから予算が降りて何をあのさせていたか。もう復興庁とか福島県とか内閣府とか経産省とか政府がもういろんな予算をつけて、風評被害、払拭、不安払拭という名の、 いろんな事業を伝通にさせていました。で、その中にははっきりと番組誘導、取材誘導という言葉が書かれていて、トキオに桃を食べさせたら不安払拭になると。で、伝通なんだから巧みなんですけど、えー、安全っていう言葉を使うと危険を連想させるから美味しいしか言わせないとか、ものすごく丁寧に 指導をしていました。なので、私が取材をして感じていた、なんで実際のことがメディアに流れていかないのか。これははっきりと番組誘導、取材誘導をさせられてたんだっていうことが、まあ、その公文書で、あの、憶測でなく事実として出てきたわけです。でも残念なことに、電通券でたびたび記者会見を開いたんですけど、その内容を新聞社やテレビ局は報じられないと。若い取材に来た記者さんは載せたいって言うんですけど、上に止められたということをたびたび聞きます。なので、 何を見せられて何を隠されてきたのかっていうのが、まあね、取材しててのもう十、十三年の私たちのテーマです。で、あのー、そうですね、ドイツに時々取材に行くんですけど、今年2023年、ドイツは福島の事故を見て、2011年に脱原発に国策を切り替え、今年達成しました。でも事故を起こした国の日本は古い原発の運転延長を決めました。 もうなんでこんなに違うんだろうと本当に思うんですけど、でもやっぱり一番違うのは私は市民だと国民だと思っていて、ドイツの方々も報道も裁判もドイツもひどいんだよってよく聞くんですけど、でも、でも怒る市民が多いのはドイツだというふうによく聞きます。であと、原発事故の後の労災、えー、福島第一の作業員の方々の労災認定もずっと取材してるんですね。で、あのー、労災の 判断基準が、もういかにハードルが高いかっていうことを、こう、ドイツの方々に話をしたり、日本の人にも話をしていて、ドイツの労災基準ってどうなのっていう、ちょっと教えてくださいって聞いたときに、まあね、ドイツの被爆労働も労災基準厳しいんだっていう話の中で、 あの、今回の福かな訴訟の決心で小笠原先生が述べられたのと同じ話。福島じゃないと、広島長崎の、あの、被爆の健康影響が、えー、原爆が落ちてから5年後以降の調査で、 被爆軍と非被,被爆軍がはっきりしてない上に、それが世界中の被爆の健康影響への基準になってるから、ドイツの被爆ロードの労災基準は、あの、日本と同じくすごく厳しいですという言われ、すごい責められてるような気持ちになりすいませんって言いました。なので、この福島第一原発事故のことも、もちろん広島長崎のことも、私たち日本に住んでる人間がいかに起こるかひどいっていうことは、世界中に影響を与えることだと思います。 えー、長くなったので一旦おります、はい、はい。ありがとうございました、えー、とそしたら、えー、と最後僕の自己紹介と,、えー、といろいろちょっとだけお話しさせていただきます、えー、と僕もあのちょうどこう皆さんのお話聞きながら僕は、えー、とこの十二年前ぐらいはどうしてたのかと原発事故があった時に何してたのかなと思い出してたんですけどあのお風呂入ってました <laughs> であのそれで、ね、本当に ちょうどあの、夕方からのお仕事に行く準備のためにお風呂に入ってて、あの、まこちゃんが騒いでるんですよね。それでわーわーとこう、地震だ、地震だって言ってるのを聞いて、あ、そうかと思いながら、もうすごく湯船が揺れて、もう裸のまま飛び出したのを覚えてます。それで、そっから、あの、すぐにあの、僕たちの住んでたところもとても揺れて、あの、オンボロの暴れ家だったので、避難したんですね、近所の小学校に。それで、あの、 マコちゃんの様子を今思い出すと、あの、ずっともう調べてるんですよ。あの、別に原発事故とかそういうのもないですけど、今の状態がどうなってるのかとかっていうのを、こう、ガラケー一つ持ってずっと調べながら、あの、避難所のテレビのニュースをずっと見ながら、もういろいろ、あの、福島とのこう距離をあの測ったりとかそういうことしてて、あ、あなんかマコちゃんいっぱいいろいろ調べてるなと思って、ぼーっと見てました。それで、その後原発事故があって、あの、 えー、取材が始まるんですけど、それも今、あの、まこちゃんが話したように、こう、やっぱり知りたいということで、あの、取材にまこちゃんが行くって、それで、じゃあ僕もついていくって言って、ついて行って、横でずっと見てたんですけどもね、それをも見ながら僕はいつも、あの、あ、まこちゃんに質問するなとか、そんなこと僕全然思いつかなかったなとか、あ、そうかそうかとかって、そういう感じで最初はずっと会見場にいて、で、写真を撮ったりとか、そういう感じで、こう、ずっと今,今に至ってるんですけど、で、やあの、そうやって、 横にいながら最初というか、まあ、元からあまり何も社会のこととかも考えずに、まあ、普段ぼーっと生きてるような感じだったんで、で、ネタ、あの、漫才のネタもまこちゃんが全部考えるんですよね。それで <laughs>、だから本当にあの、自分で考えるとか感じる、考えるというとあれですけど、あの、ちょっと違うような気がするんですけど、感じ取るっていうことをしてこなかったんだって、あの、だんだん分かってきまして <laughs>。それで、それで、あの、やっぱりこう、 は、腹が立つこととか、あと、あの、自分、なんかこう、それは東電とか国のこともすごく腹が立ちますけど、なんかこう全部こう自分に返ってくるというか、自分が今まで、あの、ぼーっとしてたからか、っていうことにやっぱり返ってきて、で、まあ、だからこういう状態じゃダメなんだな、というふうにすごく強く思いました。それで、あと今日、その、 まあ、あの今のが、まあ、僕の,あの変な自己紹介ですけど、えー、とあとちょっとテー,テーマというかあの今日なんかこう皆さんとお話しできたらいいなと思うことがちょっとありましてそれはなんかあの情報の共有というかこうなんあのこんなことがあったあんなことがあったという共有というよりもその経緯というか歴史というかそういうあのなぜ あのこの基準が決まったのかとかそういうところの部分とかいろいろ共有できるようななんかいい方法があったらいいなっていうふうに思います。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 とということで全てのメンバーの自己紹介が終わったところで、ごめん、んちゃんの話について、なんか全然聞いてなかった感じ、ごめんね <laughs> あの。ここから第2部ということで、いろいろ話し合いをしていきたいと思います。ここから3分ルールですよね。そして、まあ、第2部はこう、登壇者メインということなんですけど、そのことに関しても、やっぱり絶対しゃべりたいということがあったら、あの自由に手を挙げてください。で、えー、それでは第2部です。 あの、皆さんのお話を伺っていて、やっぱりこう、なんていうでしょうね、その健康への影響、ヌチドゥーとから山田さんのね、ヌチドゥーだから20ミリシーベルトで、もう避難解除になっていく話とか、あとそう、私、黒沢先生に、広島、長崎のお話も伺いたいし、これね、大して被爆していないのに誰もがかかるがんという、こう、その争いになっていくというお話。あの、ちょっとその辺のことを、あの、山田さんと黒沢先生にお伺いしたいです。 先ほど述べたような、ね、答弁がまあずっとあったわけですけどあの原爆症の訴訟ってさっきのケンさんの、ねえー、経緯の話じゃないんだけどもあの当初、被爆が、まあ、1945年にあって 5年間は、まあ、米軍の情,情報統制で何もできなくて、その後に、まあ、研究が始まっていくんですけども、結局、あの、被爆者を被験者として、まあ、健康を診断すると称して、いろいろデータを取っていく話ですよね。で、そこでは、マコさん言ってたように、あの、ノットインシティとインシティで、あの、滞在者、2キロ圏の人と、えー、それ、遺園の人って分けて、要するに、あの、被爆者の定義をもうそこで狭く取っている。 で、高専量被爆の人を被爆者として、それ以外と比べるっていうモデルでやってきたんですよね。で、そのデータを取りながら数十年やってきて、当初いろんな疾病が出てくるんだけども、まあ最初は白血病が多かったりとか、疾病の類型がだんだん変わっていくるんですよね。で、えっ、ー、と、昭和の40、50年代ぐらいからですかね、癌の方が出始めて、で、訴訟が始まってくるんだけど、最初負け続けて、 で、松屋訴訟ってところで勝って、最高裁でも勝ってから流れが変わって、で、そこから集団訴訟の方もね、えー、ずっと連戦連勝になっていくんですけども、まあそういうことで、こう実態がだんだんこう被害として現れていく中で、こうだんだんと被害として認められていって、で、最高裁も認めていっ,って流れがあるんですけどね。まあ、そんなところがある中でも、やはり国としてはずっと否定しようとしていました。でこれはあのー、当初の米軍からそうなんですけども、 被爆の被害というものはやはり都合が悪いというのがもう世界共通の推進派の論理なので当初の情報を隠しその後の司法での争いで行政認定でも原爆衝と認めないとかね、まあ、そういうのはずーっと一連として続いていますそれが今に脈々と続いてるんじゃないかなという、まあ、そんな整理を今しているところでしょうかね3分だとこんなもんです、はい、山田さんに譲らなて <laughs> あのー、えっと、避難基準がね、避難基準が20ミリに、20ミリ以下じゃ、だから、避難の必要はないよって言って、避難させる、あひ本当だったらね、国が国民の命守るんだったら、 20ミリであ、私は1ミリ以上だったらね、避難させるっていうのが、本当はそれだと思うんですけども、20ミリにならないと、以下だから避難できないよ。避難の対象じゃないよって、こう言われて、本当に自主避難の、それこそ自主避難、あのー、 当時の復興大臣に勝手に逃げたんだろうってこう言われました。本当に、その、20ミリというのが、本当、機密ですよね。あの、本当、やっぱり、あの、許容量1ミリシーベルトは守るような、 国にね、国民の命を守るような国にしていかなきゃいけない。本当にそこから、あの、自主避難の人たちの、あの、困難がね、始まっているんです。今でもそうですけども、あの、なんていうんですか。自主避難の人、1万人以上いる。 えー、あの何て言うんですかえっ、ー、と被害を賠償もしてもらえなくてあの大変な思い病気したり貧困だったり自殺だったり家庭崩壊だったりそういう思いで今とにかく子どもの命を守りたいって言ってあの

っていうのは、誰がどういう根拠で決めてるのか、ということなんですよね。で結局、この原発事故のその二十、えー、ミリ基準というのは、えー、原発推進をする側があの決めた話であって、その、えー、現存被爆量とかね。今、あの復興の途中は、それ我慢しなさいという話らしいけど。 だけどね、これ考えてみたらおかしいと思いません、ね、あのレントゲン室に入るにはね、5ミリシーベルトなんですよ、で、しかもそこにはね、女性とかね、子ども絶対入っちゃいから、飲食絶対だめね、それで鉛の服を着て入るわけですよね、でそういうもの法律できっちり基準を片側に持っていながら、どうして我々、福島の人間はね、20ミリのところで子どもを集ませて、一緒にね、それで魚を取って、勝手に行きなさいということが。 あり得るんですかね僕はその基準のデタラメさっていうかねそれに対してもっと行かんなきゃいけないそれはあの えー、今のねあの、汚染水の海,外保湿だあの海洋放出だってそうだと思うんですよ、彼ら、えー、この基準決めてるから、この基準の範囲内に入ってるから大丈夫だよって言うけど、それ、誰が大丈夫だって、えー、保証してるんですかって口あの、口を開けば科学的とか言うけど、どこが科学的なんですかっていうことを、僕らはね、もうちょっと問い詰めなきゃいかんと思ってますね。 私も同じところを持ってて緊急事態宣言だって言って20ミリだって言ってるんですよねで本当に大丈夫ならあの、えー、と法廷であのこちらの主張に対して100ミリでいいんだとか大変にその安全な基準だとかっていうことを書面でいろいろ出てきたりするわけですけどもであるならばもう緊急事態宣言を解除するということで解除していいのだということをもっとその法廷じゃなくてね あの、ちゃんとその議論すべきじゃないかと。で、そこで本当に通る議論であるならば、本当に科学的にそれが正しいし、それをあの、国民が本当にみんな支持するというところまで、あの、さっきからちょっとあの、事実とか経緯とか、本当に詳しく知らなきゃいけないことだと思うんだけれども、それをしっかりあの、明らかにした上でどうなんだということで、もう緊急かどうかを忘れたままになったままで、法廷の中だけ20ミリ。 でオッケーって言われているのは実に納得のいかないことだというふうに思います。すいません、1個の話題でいつまでもいってですね。はい。いや、でもこの話題の中に本当に重要なトピックがいっぱいあるとあの思っていて、でそうなんですよね。あのドイツの、えー、連邦放射線防護庁のドイツの 政府の人ですよに、あの、日本は20ミリシーベルトで避難解除にするという話を聞いたけど本当かって2016年に聞かれたんですよね。で、残念ながら本当ですって言うと、それ2とか12の間違いじゃないのかしつこく言われて、本当に20かって、2とか12じゃないのかってずっと言われました。で、私の英語が下手くそのせいじゃなくて20ですって言い続けて、ドイツでは、あの、原発の作業員の年間占領限度が20ミリなんですね。なので、 それはドイツでは小学校に原発を作るのと同じ意味で、本当に子供も妊婦も二重化ってすごい言われました。で、次に言われたことが、ドイツの国民はそれを許さないだろうと、日本の国民はそれを許したのかって言われて、あ、そうかって、私ずっと怒ってるつもりだったけど、許した側の人間だったなと、本当に敗算の話じゃないですけど、加害者側、被害者じゃなくて加害者側だったっていうことを突きつけられました。で、それで黒沢先生の話で、本当に、 もう、広島長崎の、その基準が、ずっと今でも世界中で生きていて、で、労災認定でも今でも100ミリシーベルト以上、で、えー、5年以降、被爆してから5年以降の発症じゃないと認められないんです。だから、福島の事故の後、たくさんの作業員の方、労災認定申請してるんですけど、あの、97ミリ浴びても、4年目に癌になったから却下とか、そういう下ろされ方なんです。本当に広い。その基準が今でも生きている。 で、すいません長く喋っちゃって、今でも私たち当たり前のようにここの部屋では喋ってますけど、でも、私が2010年とか2008年もそうでしたけど、1ミリとか20ミリとかの意味をそんなにわかってなかったんです。で、一歩私たちね、楽屋で喋って、ベクレルとシーベルトのことを知ってる人もやっぱりすごく少ない。ね、なので、私その辺が自分たちの 日本に住んでる私たちの弱みかなとも思,思ってます。で、あのー、うん、OK。<laughs> ありがとうね。<laughs> あのー、私、スイッチ先生に、あのー、お話を伺おうと思ってたんですけど、あのー、公害訴訟をずっとやってこられて、もう、え、あそうですか。あの、あ、そ,あああそうですか。それ10年以上おそらくかかると、はい、さっきおっしゃっていて。で、その、 ねえ、この間の俣の裁判も全然世の中に共有されてなくて、本当に私も、メ密林水銀の PPM の話とかをやっと知ったぐらいで、そこがすごい弱みだと思ってるんです。なんかその辺のことをお話ししていただければ。お話しできるほど、あの、公害訴訟とかの経験も全くなく、というのは、 本当にあの、弁護士っていろんな仕事をする人たちがいて、本当に企業の中にいたりとか、いろんなそれぞれの分野でいるんですけど、私もなかなか本当にいわゆるその個人の方のお仕事しかやったことがなくて、本当にたまたま、あの、さっきも自己紹介で申し上げたように、そういう。 時にそういう立場にいたということであのこの黒沢さんたちをはじめ優秀な弁護団の人と一緒にこういう集団訴訟をすることができているという実に初心者な弁護団長でございましてあまりあのそういう意味でも何だ経験を踏まえて話せないんですけれどもやっぱりそのおいろんなその公害訴訟であるとかそれからこのについては本当に、えー、とまずその原因をどうやって究明していくかということ自体がほとんどのそういった材料が 被害者でない側にあるそこのところをどうやってその究明していくかという問題それからその辺りもな長いことその訴訟いろんな訴訟をやっていく中で立証責任というようなことのその訴訟の仕組み自体も少しずつはその主張しやすくなってきてはいるけれども基本的にはなかなか昔は本当に証拠なんかその全然明らかにしないというようなところから少しずつそのお。 ああのえー、訴えられてる側も、ね、出さなきゃいけないとか調べ方の方法とかそういった意味で少しずつ訴訟もし方法も進行してきたしそれから大勢の方がいらっしゃるものにが被害を受けていることについて我々の、えー、と訴訟でもお一人お一人の方の,その実情について。 えー、細かく細かくその裁判所は基本的には1人ずつに対して判断を示すことなので、まあ、そ,あのそれぞれの方についての経緯とか何かをその全部細かく出し相手方がまた調べて違うといいで最終的に実に判断するのは裁判官って3人なんですよね最高裁に行って5人だったり15人だったりするんですけどこの3人が我々弁護団は大勢いて手分けもできるんですけど。 裁判官、その、まあ、基本的には若干の分担はされるかもしれないですけれども、基本、あの、本当にあの真面目な方々ですから、ここはお前に任せたと、自分は一字も読まないでそこをやるとかっていうことの、きっとできない、その日本の精密手法っていうんですけど、そういうのがあってやっていくので、実に丁寧にやればやるほど時間がかかると。ということで、時間がかかる。で でそれからもちろん必要なことですが、あの三審制ということもあって、やっと1審が出て、この高裁でこれだけ、また最高裁でというようなことがあって、どうしてもなかなかその時間がかかっていく、それからその結論がなかなかその訴えていない人たちに広がっていく、その国として変えていくまでに、またそこにいろんな時間がかかるというようなことであろうと思います、私よりはそういう経験の多い黒沢さん、ちょっと、上、はい。えー 公害訴訟の、ね、全体像はそういういところで,で、えっと、今、眞子さんおっしゃったその、まあ、国民としてあんまり詳しいことわからないとか、まあ、そういうところと公害訴訟と、まあ、この辺の関係なんですけど、えっと、私、やってて思うのはです、ね、大体あの最初は素朴な感覚でみんなおかしいと思ってでおかしいと思うのはやっぱ普通じゃないことがどこかで起こっていて、まあ、例えば多数の人が被害が出ているとかあんまり見たことない症状が出ていると。 でじゃあそこに、えー、被害があるとしてでじゃあ詳しいことは分からない中でどうするかなんですけど我々の場合はあの訴訟を起こすに際して専門家から知見を得てやっぱりおかしいと裏付けを経て訴訟を進めていくんですがそれってすごく大変なことなんですねで普段あの市民同士でこう議論する際にじゃあそんなに専門的知見が必要かというとそういうわけではないと思っていて素朴な感覚同士でぶつけてもいいと思うんですね。で 逆に、公害訴訟というのはその素朴な感覚から出発して最終的に国とかが言う科学的知見というやつを乗り越えてで最終的に勝てるかという流れになっているのでやはりその素朴な感覚を信じてやっていくべきだろうとは思うんですねあとあの公害訴訟の流れですけど歴史的に見ていくと訴訟アメリカの例えば鉛ですよね鉛中毒って今もう一般的になっていますけど当初は鉛が普通に使われていて 鉛中毒患者が大量に出ても、工場では堂々と鉛工場でね、特に防護させない、使い続ける。で、健康被害がたくさん出て、今や鉛にそんなね、重視させるなんてあり得ないじゃないですか。かなり鉛の毒っていうのが認知された。やっぱり人類の進化の中で、公害の最初の未知のこう被害が出た時に、どうしてもそこにいきなり科学的知見は追いつかないで、被害の立証があって初めて最終的な科学的知見に到達するので、 それを途中でですね、被害者に対して、あなたの訴えている被害は科学的知見に基づかないとか言ってみたところで、何の意味もないんですよ、本当はね。っていうのが、どうも繰り返されているので、それを皆さん認識してもらえば、いや、ここで科学的知見を持ち出すなと。しかも、君たちが言うのは、なんか厳密に被害者が死に絶えて、立証が終わった段階の科学的知見を、現段階で求めているわけであって、そんなの分かるわけないだろうと。 ではなくて今、リスクがすでに増加しているところを統計的に証明しきれなくたってすでにリスクとして判断していいじゃないかとそれが政策だろうという話で,、うん、でそこにどうもあの西京さんが言った受任限度みたいな受任論が入って未知の知見で被害が出始めの頃はあは公害の経済的メリットの方を優先してとりあえず周辺の人は受任してくださいという感覚なんですよね。 それが立証が進んでいって、だいぶ救済が進んでいくと、えー、アスベストみたいに、もう今使われなくなりましたけどね。そういうふうに到達していくので、やっぱその科学的知見の進展っていうのをちゃんと見ないといけないんじゃないかと。はい。いったんここで終わります。はい、<laughs> ありがとうございます。なんかその素朴な感覚を信じてっていう言葉は、すごい心強いなと思った一方で、思った一方で、ね、さっき村田さんがおっしゃってた、 誰がどういう根拠でこの基準を作ったのかっていう、その素朴な感覚で、うん、なんかわかんないけど、海外の偉い人が決めたのか、みたいな、<laughs> そんなうのみの素朴が広がってもやばいと思うんですよね。その素朴に、それおかしくないですかとか,おか、教えてもらっていいですかえ、え、これどういうことですかみたいな、そういう、こう、なんていうんでしょうね、その根拠とか経緯とか誰が作ったのか、誰がこれで儲かるのか、みたいな、そういうね、 素朴な感覚も重要ではないかと思います。でも、その黒沢先生がおっしゃった、科学的に結論が出るまで待つっていうことは、もう被害者が被害出まくってからっていう話ですかっていうことですもんね。それはそれで間違ってるもんね。うん。で、あとまあ、そのこう、根拠とか、こう、私たちの体制とかの話で、あの林さんがおっしゃってた、こう、被害者じゃなくて、加害者でもあった東京の電気。あのね、福島の方が。 いとこの方が東京の電気を福島で作ってたっていう話もう電気使ってたっていうのもあるし私自身が知らなかったっていうことの加害性も感じたんですね知らんっていうだけで免責されんと思ったのでもしよかったらその辺のあたりのことも加害者と被害者とあもうでもあの何でもされたい話したりしてください <laughs> あの えあの私も実はあの,のほんと暮らしていて電気もそんな使い放題でやってましたのであのそうやって言われて東京の人だと言って私は横浜なんですけどと思ったんですけど <laughs> <laughs> 待てよえ、東京電力だと東京電力がそれだけ関東まで電気を流していたんだということを自覚したのはその時でした。 ので、あまりにも知らなかったし、田舎で原町浜通りで育ったといってもあの、原発銀座って言われたのが非常に嫌で嫌で、脱原発市民会議というね、あの人工委員会に入って、それで村田さんと出会ったわけなんですけれども、原発について、まあその辺から、まあ小さい頃から水力発電のそばで育ったので、まあ原発は、あの、市民仲間の人たちと原発反対というのは、 一方であったんですけれども、まあ、身近な生活の中で自分がその電気を使ったくさん使っていたんだとか、まあ、そういうその身近な生活の中にとその総論のところで反対反対と言ってた自分の,そのまあ,あまりに矛盾していることを自分は今まで知ら,知らなすぎということで非常に反省しながら生活してました。はい、<laughs> という ありがとうございますあのなんかそうですね、ちょっとテーマが1つの方にずっとなってたんで、あのさっきしゃべり足りなかった錦織さん、はい、あの、国難と住人のお話、はい、改めてもう違うテーマとして、ちょっと一発やっちゃってください。<laughs> 一発ですか <laughs> あの急に振られたのでドキマキしておりますけどね私に、ね、いつもいつもあのいつも裁判の度に言うんですけどあのこの問題はあの福島の問題というふうにやっぱり限定して考えられがちなんだけど実はそうではなくてこれ皆さんの問題なんだよということを 私たちの問題なんだよということを、あの、常日頃私は言っているつもりなんですけども、<coughs> あの、国は過ちをまた、また再び、えー、過ちを犯す。というのは、この間の岸田政権の大軍拡であり、えー、岸田政権による原発の大回帰、もう元より、元に戻るどころではない、もっともっと、 えー、原発を活用しようというような状態になっていく。で、本当だったら、と、あの、冷やして閉じ込めるものを、今、海に流し、土、壌汚染に、えー、し、そして、えー、何ですか、あの、稼働する。原発、放射能を、えー、大気や海に放出しない原発というのは世界に一個もないわけで、 最がどうすればするほど、えー、放射能は、えー、拡散される。で、ご存知、もう今更言うことはないんですけど、えー、核の、あの、ゴミの処理の問題、えー、そういったことを含めますと、やっぱり、これ日本中が放射能に、国民がみんな怯えて暮らさなきゃいけない時代に、えー、なる。で、まあ、してや、えー、あの、あの方が、あの、弁護士さん、現場を止めた、あの、 え、裁判長が言われてますけど、やっと樋口さんですよね。もうあれ、日本の原発の耐震性の低さ。<coughs> 民間の、あまあ、まあ、話が長くなります。すいません。あの、本当に4分の1、民間の、えー、耐震基準の4分の1ぐらいしかない。で、さらに今、はい。 あ、あと一分ね。あの、ミサイル、ミサイル攻撃の話が頻繁ですけど、日本を攻撃するのに、ミサイルなんか全く必要がないわけで、原発が一歩、一個潰されればもう日本は壊滅。で、そういう意味から言うと、これはもう全部、国民は、私たち一人一人の問題であり、私は時々ね、ああ、私たちって次元爆弾の上に立たされているんだな、ということを、あの、とても感じます。え、その程度で一分。 1>, 1分だそうで、はい。あ、まあ、ちょっと話がまた途中ですけど、はい。はい。ありがとうございます。もう本当、もう西堀純子さんが繰り返しおっしゃってる私たちの問題、この国内は私たちの問題というのは本当に、本当にそうだと思っていて、で、そうですね、本当、あの、ウクライナとね、ロシアが、 戦争したときに、なんでロシアの人たちはプーチンに怒んないのって、これはロシアの国内の報道を信じてるのどうなのって、いう疑問があったんですけど、でもアルプス汚染水を世界中の海に流して、なんで日本の人たちは怒らないんですかってドイツの若い方からメール来たときに、あ、すいません、これだって本当に思いました。本当にね。で、あのー、ね、 脱原発を達成したドイツの市民の人たちがどういう感じなのかっていうのを毎年2019まで取材に行った時に初めて行った時に突きつけられたのが高校生にね。あ、そうでした、そうでした。日本の人たちはデモやステッカーやポスターで原発がなくなったと思、思いますかってドイツの原発がどうやってなくなったと思いますかステッカーやポスターやデモでなくなったと思いますかって突きつけられて本当に、なんていうか、どう、 住んでる私たちがどう見られてるのかっていうのを、あの、いつも考えます。なのでね、西堀純子さんがおっしゃってた、私たちの問題。うん、こう、原発事故の汚染があった地域の方々の問題ではなくて、うんはい、まあっていうかもうね、汚染自体は10日で世界一周してますから、もう日本も全部汚染いてるわけで、ですね、世界中汚してるわけで。 でも特に本当に予選がひどかった方々がもうものすごく切り捨てられているということに対して、はい、同じ国に住んでる選挙権持ってるうちらが全力出し切ってないと思われてるっていうことが、やっぱり今日この話の中でもすごい突きつけられてるような気もします。うん、歴史的にも、さっきね、出てきた水俣の,の問題やアスベストの問題でも。はい、で、これが私、その、 と、時々水俣に行くんですけど、うん、あの、退治性、水俣病の、あの、忍さんを生まれた坂本藤枝さんに言われたのか、はい、福島の方々にぜひ伝えてほしいのは、被害者が一番大声を出して、助けてくれということだと。そしてやっと、周りに耳を傾けてくれる人が出て、支援の人が、 増えて社会が変わっていくって言われたんですけど、はい、でも被害を受けた人に大声出させるような世の中しかできてないんだっていうことを改めて歴史的にも教えられた気がします,すねはいであのー、っていうことを踏まえて、うん、原告団長の村田さんにもう一度マイクをお渡ししていいですかはい <laughs> あの今「大理生水俣病」の話が出たんで大昔のことをちょっと今思い出したんですけど私ちょうど50年ぐらい、えー、50年以上前だな <laughs> 19678年ですから、えー、ちょうどあの駆け出しの2番目ぐらいであの熊本支局にいたんですよねでその時ちょうど、えー、あの水俣病を認定から8年ぐらい経ってたんだけど あのまだまだ水俣病をね表に出てなくて被害者が本当にねいや、まあ、押し込められてたあの水俣の湯の子あたり私も行ってあの育祭の女の子なんかを取材したことありますけどあのなんていうんですかねその まあ、さっき、西京さんが言われた、その、戦争とかなんか、要するに国家にとって大変なことが起きたときの、えー、国家、いわゆる国家だけじゃなくて、体制、それを進めてる側も含めてですけど、そういう側の基本原則みたいなものがあって、まず被害をね、まず隠すと。 あの、未くするということですよね。そして、えー、隠しえなくなったら、今度は、あの、えー、大したことないんだよという、あの、語用学者をたくさん連れてきて、大したことないんだよって、矮小化しますよね。で、それでも、どうしようもなくなったら、今度、線引きをするんですよ。ここからここまでは認めてあげましょう。ここから外はダメですよっていうね。で、そういうことをずっとやってきて、えー、それは、 あの、西黒木さん言われたように、戦争の問題も、えー、郊外の問題も、全く共通の手法だと思います。そして、それは今も、まさに我々のこの原発の問題でもそうだし、えー、ね、この間、水俣でようやっと、 あのみんな全員認めますよみたいな判決がね、60何年も経ってね、司法がようやっと認めるような状況、それでもまた国は、いや、それは千匹はまだ生きてますよみたいなことを言ってる、もう、どしがたいっていえばどしがたいですよねあの、えー、そういうことを前提に、えー、やっぱり僕らはあのこの問題とも取り組んでいかなきゃいかんなと思って。 てます。あのおバカさん、おバカさんになることですね。おバカさんになって向こうのおバカさんを。どこまで、えやっつけられるかという問題かなと思ってますけど。ありがとうございます。あ、その村田さんがさっき言ってた。たえっと、二つのおバカさんっていうのは、何ですか。当て,上がってるあ,あ、どうぞ、どうぞ。じゃあ、けんちゃん、走って。 えっと、私あの福島の原発事故が起こった時これで日本が変わるかなっていうふうに思ったんですでもでその時にああの石村美智子さんがきっとこれから福島では水俣と同じようなことが起こりますっておっしゃったのその地域の分断ですっておっしゃってて私あのなかなかその福島の私た,ちは私たちもその福島の子どもたちを保養するっていうあの 団体をあの保養の活動をやってきたんですけどもなかなかあの復興を妨げるのかっていうその保養に来るお母さんたちも保養に来ること自体がその誰にも周りの人に黙ってきてるんですっていうあの保養に行くなんていうと。 俺、あの、福島の復興を妨げるんじゃないかっていうふうな避難が、避難の目がいっぱいあってっていうふうにおっしゃってたんですね。で、さっきのあの基準もそうですけど、20ミリシーベルト。そんなの私たちはとっても私、そしたら全,全国20ミリに同じにできるかっていうような感じの、そんなことを言ったら、福島が本当に大変な状況で、風評被害がまた起こるんじゃないかっていう福島からの声が聞こえてくるんじゃないかとか、 なんか私たちが福島を忘れないでしよう、忘れないようにしようとかっていう習慣をやろうと思っても、なんか福島の人たちが帰って迷惑だとかっていうふうに思われるんじゃないかっていうふうな思いとか、だから私は水俣、さっき水俣の人が被害者がか、あの、すごく声上げなきゃダメなんだよって言ったけども、もう水俣の中では完全にも、あの、 患者と地域の中がはっきり分かれてあの差別を受けてたわけですよ。でも福島の場合はそういうふうにまだはっきり分からないその、そういう差別って感じじゃないです、じゃないですか。そうするとそういうことに真実にきちっと声を上げる人が差別されるっていう、いわゆるあの、 地方はやる民主制は性ってなかなか育たないとかって言われるんですけども、私田舎出身で、福島のすぐ近くの山形県米沢市出身なんですけども、まあ、山が一つあった、高い山があったので、あの、放射線の被害はすごく少なかったんですけども、私は自分の田舎がすごく嫌で嫌で <laughs>、あの、大学でこっちに出てくるのどんなに嬉しかったかっていうのに、放射の、あの、保養をやった時に、子供たちとかそのお母さんたちがすっごい自分たちは福島が大好きだ。 って福島に帰りたい帰りたいっていう話があったんですその辺のところがかなりそのなかなかみんなに広がっていかないっていうことだと思うのと先ほど,先ほどあの真子さんが言ったえっとドイツあのドイツがなんでこういうことができたかわかりますかって質問してそのドイツがなんでできたのかっていう回答を教えてほしいです。 あ,ありがとうございます会場からどうしても言いたいというコメントをあなんかあのもうお一方も来られたんであ,あのさっきからですねその世間の,そのみんなが今どう思ってるかっていうところで皆さんの中でですね子どものためにとかですね、うん そういう形で言われてるわけですけれど、僕たちがですね、原発を52基も許しちゃったわけですね。それで、それについて初めて3.11で気づいて、それで、あ、電気もダメだな、これもダメだなっていうことを分かったんですけれど、だけど最大の問題はですね、原発の場合もですね、原発について今ダメだよっていうことを言いますけれど、問題はですね、 原発を動かしているエネルギーがですね、核燃サイクルで、なんと、青森にですね、原発以上の危険なものが現実にあって、あそこが問題が起こるとですね、東日本どころか、その中国、それからそのソ、もうソ連って言えへんのか。 ロシアを含めてですね、全体的に問題になるような核燃サイクルがあるわけですね。それ,でそれがですね、25年も経ってもまともに動かなかないと。なんとそれにですね、14兆円も使ってるけれどね、国民の税金であって、全部電気代にかかってると。やはりもっとですね、僕らは思うんですけれど、子どものために、 一番、やはり、その何をやるべきなんかっていうときに、その言われてる、放射能から、まあ、あの、黒沢さんが言われた、その広島、長崎、ビキニ、それ福島であるけれど、いまだに放射能からどう逃げるのかっていうことを、避難するかっていう権利は国民に確立されてないですよね。だから、本当にですね、放射能の 被害の場合に、この廃棄物を本当に子供たちに残さないためにどうするのか、300メーターのところにですね、埋め立って、10年も経ったら、20年も経った、ね、10万年も経ったらまた出てくるわけで、本当に将来の子供のために我々が何ができるのかっていうことについてですね、かなりやはり、 我々はその世間にみんなと一緒に考えてどうするのかっていう形で再度やっぱしその世論を喚起するということがこの原発問題でまあ重要になってくるんじゃないかというふうに思います。以上ですありがとうございます改造から二つあの全然違うトピックをいただいてありがたいですそうですねその最,最初の方のお話、えー 保養されている方。んですね。で、あのー、これ、復興の妨げになるっていう話なんですけど、はいはい、その、ちょっと私が話した電通券のね、電通が何をやっていたか、番組誘導、取材誘導をどう行っていたかっていう話なんですけど、X、前のツイッターですね、それをずっと監視して、 えー、福島県安全・安心メディア研究会っていう資料なんですけどね、電通が毎月、福島のテレビとラジオ、そして福島の県、えー、農林水産課に、県庁にレクスするっていうので、原発事故の不安を言うのはネガティブ、復興頑張ろうがポジティブ、でネガティブが減って、ポジティブを増やす報道をするためにどうすればいいのかっていうレクチャーを、どういう言葉を使って何を報じるのかっていうのを毎月レクチャーしてました。なので もうそこには原発事故が実際にあって、でもその不安を県内のお母さんが不安言っても、これはネガティブだ。減らさないといけないものだとしてカウントされていってるんです。で、あ、こうやって世論って作られていったんだ。こうやって声が封じ込められていったんだっていうのを情報開示請求で改めて知りました。で、それは実際に私、リアルの世論とは別に本当にお金が入って国策の意図的に作られた世論だと思います。本当にね。はい、で、 そのふるさとを愛する気持ちっていうのがね、これも取材の中で OECD にア世界、んえー、こえー、経済協力機構、原子力機関だ、の中で2012年、2016年ではっきり言われていたんですけど、えー、事故が起こる前は、原発を、ま、世界上に推進するね、はい、あの機関なんですけど、事故が起こらないという前提でセールスしてきたけど、に技術力の高い日本で事故が起こったので、 今後はそのセールスができないから、事故が起こっても問題がないというセールスに切り替えるという話があったんです。で、その中に、福島の方々が自分で愛するふるさとの地を除染をする、自分の手で除染をするという、そして愛するふるさとを離れないというスキームで、それを世界中に広げていくという話し合いがされていました。なので、ふるさとを愛する気持ちというのを、 ものすごくうまく利用されてしまったと。それ自体は全く悪くないんですけど、もう原子力を売るということに使われてしまったなというふうに、これを私が取材を通して感じています。で、そうでして、あの、声を上げる人が差別されるということに関しては、やはり、あの、原告の方々から、もしよかったら、あの、お話を伺いたいです。山田さんか村田さんかもしよば、もしくは会場の方でもぜひお話ししたいっていう方がいらっしゃったらお願いします。 あの声を上げている人が差別をされるという話です。<あ>もしくは分断とか分断とかのお,はお話とかでそうね私あまりないですけど <laughs> ないですけどでもねあのー 今、山、山に、山のものが今、取れますよね。栗とか、牡蠣とか。えー、そういうのね、うん、いや、もう、なんていや、あの、私は、まだそれは測ってないです。測りに行ってない。 取っっててなないいからい言ってないですあのー、山はね本当にあに、のー、素晴らしい山なんでしょうけど今まではねだけども入ったっていうのはあまり聞いていません私の近所ではただ自分でのお家でなってる柿とかねそういうのは なんかね、もうそろそろ食べてるみたいなんですけど、私は、いやー、測ってほしいなと思う。うちにはないですけど、うん、測ってほしいなと思うんですが、野菜なんかは私、うちでは、あの、測ってます。測って、でも、7べくれるか6べくれるやっぱりあるんですね。えー、本当は0点いくつ ね、昔だったら、事故前でしたら。だから本当、あの、ちょっと、うん、悔しいことに、やっぱり自然が一番すごい大事な山とか川とか海とか、そういうのが、まあ私たちの生活に密着しているものなんですけれども、いや、大変、 汚染されてしまったなっていう続いていると思います。私は。はい、えー、っとあの福島の県内のね今の状況というのは僕なんかもあの何人かから聞いてね本当にもう放射能のほの字を言えないというねそういう雰囲気になってるんですよね。でそれはなぜかというと。 えー、一つはもう行政というか国と福島県の、えー、もう圧倒的なあの抑え込みの力ですよね。眞子、まあ、さんが紹介されたように、えー、まさに福島県なんかは200億も300億も東電に出してあ東電じゃない電通に出してそういう対策をやってるわけでねそういうことまでやってるのなぜ抑え込んでるのかということだと思うんだよね。あの もう今、忘れちゃったかもわかんないけど、皆さん、あの、鼻字部分の問題を思い出してください。あの時、あの、 福島県だけじゃなくて、あれはもう官房長官から、あの、えー、安倍晋三まで含めてね、総理大臣まで含めてどういう反応をしたかっていう、あの、なんとか狂気の反応がね、それはもう消えるわけじゃないんですよね。あれがずっともう、えー、猛烈な圧力、無言の圧力になって、福島県を押さえつけているわけですよ。福島県内をですね、県内だけじゃないけれども、 であの井上先生がねこの間あのどっかの講演でおっしゃってたけどもう福島はファッションですよと言ってましたそれほど放射能に関してはね放射能の被害に関しては全一 絶対触れちゃいかんと。はい、それを認めちゃいかんというね、鉄則が貫かれてるんですね。で、その後ろにあるのは、さっき、え、まさん紹介されたように、大いあの、えー、原発推進を進める、あの、世界のもっと大きな力が関わってるわけだから、なかなかここは厄介だと思いますけど、えー、そうは でも片側でね、やっぱりあの子どもの甲状腺がんじゃないけども、あの子どもの甲状腺がんだけ話題になってるけど、僕らの近くでね、結構ね、そうじゃない、あの大人のね心筋梗塞とかね、そういう健康被害っていうのも,もう出始めてるんですよ、たくさんね、でそういうことも全く、えー、口に出せないというね、今まさに、まあ、暗黒状態だと思いますけど、それは徐々に穴が開いていくなと僕は思ってるんだけど、時間がかかるだろうと思いますね。 ありがとうございます。放射、放射能のほの字も言えないという話ね。あの、以前ね、飯舘村の方でいろいろ強くものを言う方に伺うと、あの、村長室に言われる前の村長ですからね、菅野村長の頃、非県民と言われ、反村って言われたんですって。で、反村って意味が分かんなくて、いいです反村しか、カタカナでしか思い浮かばなかったそうなんですけど、あ、村に反対してるという反村呼ばわりか。 っていうふうにおっしゃってました。初めて聞いた言葉だったっておっしゃってたね。で、さっき村田さんがおっしゃってた鼻血の話、あのー、こうね、いろいろ取材をして、そうあたりでお医者さんとかに何かいろんなおかしかったこと、鼻血とかなんかなかったですかっていう開業医の先生に2000通ぐらいアンケート取ったりとか、いろいろしてた時期がありましたね。で、いろいろ学会の取材もしてるんですけど、 あの、学会に実際に足を運ぶと、休憩時間の話が、やっぱ興味深いです。で、鼻血の話が話題に出てて、あの、放射線影響の学会でね、ちょうど、あの、ガラス状の、あの、セシウムボールが話題になった頃で、あ、鼻血って、あれが粘膜についてたんだねっていう話を、コーヒーブレイクでしてたんですよ。全身の被曝で鼻血が出るような染料じゃないけど、局所、局所的に、 ものすごく線量の高いものが粘膜についたら、まあそういう状況にもうなるかなはははみたいな笑い合ってたんで、え、どういうことですかって話を聞いていたらね、直後はわかんなかったけど、そんな線量の被爆で鼻血出るはずないじゃんと思ってたけど、もう、もうちっちゃくて、ものすっごい高線量のものがピュッてついたりして何か影響を及ぼすことはあるだろうっていう話だったので、じゃあそれをちゃんと調査研究なりなんか書いてくださいよって言うと、それはできないって言われるんですよ。で、 まあ、私自身取材をしてて分かりますけど、やっぱ国策に反対をするというような調査研究を出すことで、事故後のあちこちの研究室であったんですけど、その、例えば事故直後、子供に20ミリは研究者として無理だとおっしゃった東京大学の小坂先生、当時内閣参与でしたけど、あの、研究室の院生の就職先が一切なくなったんですよね。 そういう形で自分がものを言うということで自分だけじゃなくて周りの、周りにものすごく影響を出すと。で、あの、名古屋の方の大学の先生はそこの大学自体電力会社への就職を一切取らないということを通知されたのでその先生は大学を変わらざるを得ませんでした。という形であの、学問の世界ですらフェアじゃないし自由にものが言えないという状況なんだなと思います。本当にね。原発事故に関してものを言うということがいかに 人生とか、周りとか、暮らしとか、仕事とかを人質に取られているかっていうのを感じ続けた13年でもありますね。まあ私たち自身、吉本を辞めざるを得なかったっていう背景もありますしね。うん。と思います。 あ、で、そうそう、あの、さっき、あの、コメントいただいたお二人目の方のお話なんですけど、世論をどうやって喚起するかにもつながるんですけど、やっぱり、世論を喚起するという時に、原発事故に関して、実際にいろいろものを持っていても、仕事がなくなるから言えないっていう人が、ものすごくいるということに関して、どう対応できるかっていうことなんだよね、本当,本当にね。そ,ねその、樋口裁判長にしても、井戸弁護士にしても、もう、体感を決めた、 っていう裁判官しかいい判決を書いてくれないのはどういうことだみたいなのにもつながるんですけど、あその関連で黒沢先生に聞きたかったんですけど、裁判所の劣化って何ですかあまあまあ、その流れでいいんですけども、まあ、結局裁判官も今、今出てきたように、学者も声上げにくい、国策に反したことを言いづらい、でまして一般の方そ、そういう仕事の関係があったりすると言いづらい。 でそんな中で裁判所もどうかというとやっぱり似た構図は当然あるわけで、えー、世論の状況を気にしながら裁判官も書くで原爆症なんかもう逆に原爆被害って、えー、何とかしないといけないよねっていう世論の方が割と強いのででも過去の、えー、被爆っていう事実ですね1945年で戦争ってものだったしだ現在と過去が切れてるので被害救済の方に割とこう切り出しやすい。 で、あと現場、被爆者援護法とか法律もできてたりとか、そういう背景があって、えー、ここは救済でいいんだっていう流れが、こう、多数派になりやすいというか、そういう感じなんですよね。え、裁判所も空気を読んでるってことですか、ね、空気読んでますよね。<laughs> で、まあ、あと、あの、ね、いろんな、こう、報道なんかでもこの間出てますけど、大阪国際空港訴訟なんかでは、最高裁の判事に対して、まあ、政治の方から、 最高裁の OB を通じて話があってで小法廷から大法廷開封になったりとかまあ実際そういうこともあったりするので基本的にはまあ裁判官も人の子なのでかなりそこは気にしてますで特に3人の裁判体でこの国の行く末を変える判断でさっきの,あの復興の妨げじゃないけどこの判決が福島の人にどうなのかっていうのを気にする裁判官もいるだろうしで国会国家予算にこれぐらい影響あるぞ って話も最近国の方は盛んにいろんな公害訴訟で言ってきますからあんたの判断で何千億円あれ何兆円変わるんだぞとかねそういうプレッシャーをかけてくるわけですよね。でそんな中であとはあの裁判官の裏話で、あのーまあ、先輩の裁判官とか、まあ、いろんな盾の人間関係の中で、まあ、裏話で被害者って言っても裏でこうなんだぞなんて話をされてねそれでこう判決に。 影響が出ていだからまあ,あの我々が法廷前でやってる行動も当然裁判官の耳には入るだろうけども敵方のいろんな情報とかあるいは関係性っていうのも当然いろいろ入っていくので、まあ、その中でまあ決,ま決まっていくるかその心象がね形成されていくっていう面はありますまあそれが大きいか少ないかで私になりたかったのはその職人的な裁判官っていってね そういうのを気にせずに、法と、まあ、両親に従ってね、判決を下すっていうのが理想なんだけど、なかなかそういう職人的な人が減ってきて、やっぱ政治の方を見てた方が出世しやすいというね、傾向もあったりするも事実もあるので、まあ、そういったところがちょっとこう劣化として、そういう職人的な方が減ってきたなというのを、えー、我々は劣化と呼んだりしています。これ法律でもいいいろろあると思いますけど ここは団長も少し喋りますか。い,いいですか。<laughs> はい。はい。ありがとうございます。お手でが上がってます。すみません私もあのえっ、ー、と保養のことを。を 福島どもコラス神奈川の事務局,局長をしています、遠野と申しますあの今、黒沢さんのお話に関連しているんですけれどもあの、裁判官にも責任、自分の判決に責任を持ってほしいと思うんですよ、だから、いい判決、悪い判決にはその裁判官の名前をつけて、あのもう、使うようにもうしたらどうですかって、ずっと思ってるんですけれども。 だから、樋口日あの、最高裁判決じゃなくて、樋口判決とかね。そういうふうに、ここから、今度の高裁の時も、えっ、ー、と、えー、名前、名前、ちょっと、あの、今度の裁判長の、その、えー、裁判、裁判長の名前をつけて、これからなんか、どんどんこう、発表したら、どう、あ、し、した、し、したはら、しだはら、しはら判決っていうふうに、こう、使って、 したらどうでしょう。はい。あ、すごくいいアイデアだと思います。あ、村田さん、話されますか。どうぞ。いやあの裁判裁判所の最近の流れについてですね。あの実は僕,僕もあの新聞社にいた頃、1970年の頃に大変あの。 司法がが裁判所荒れたことありますよね新任裁判,裁判官をみんな拒否したりなんかして相当荒いまくった時代があるんですけどあの結構そういう因縁で、えー、実はあの当時朝日新聞もですねあの、えー、最高裁のその。 えー、新任判事の拒否の内幕みたいなものを書いたんで最、最高裁から強烈なあイチャモンがついて、謝れ謝れときた時に、<laughs> あの、えー、朝日新聞は、えー、最高裁にいかんのいいというね、あの、<laughs> 一本見出しで、えー、朝日新聞という大事の下に、えー お詫びともつかない、ような記事を載せたことがあって、それを僕なんかはちょうど扱った、経験もあってですね、その辺ずっと興味持って、ずっと見てきたんですけど、やっぱり今の一番の裁判所の問題点は、あの、あと、そういう乱暴な、あの、人事とかなんかの問題じゃなくて、もっとこう、サラリーマン化したっていうかね、締め付けがずっとね、 これは80年代からその最高裁の事務総局が非常に力を持ってきて要するに裁判官の勤務表でやるわけですよね勤務表でやって1年間の,その活動について実は丸ペケをつけて何点,点数までつけているという話があるんだけどそういうものがどんどん浸透してきてやっぱり裁判官も人の子ですから地方 要するに地方にどんどん地方だけを回されるとかね、そういうことがあの目に見えてくると、やっぱりその、えー、いざどっちにしようかというときにね、うん、あの迷いを出るのは、それは当然だと思うんですよね、でしかもそれが、えー、なんていうのかな、普通の民間の会社と非常に似たような形になってきて、抑え込まれてるっていうのが、実はあの一番大きな背景にあるんじゃないかなと思ってますけどね。 えー、ただあの、やっぱり樋口さんとかね、伊藤先生みたいに、えー、裁判官としての両親をね、ずっと辞めた後も保っている方、ああいう方々の姿を見てると、全部が全部捨てたもんじゃないなとは思ってますけどね、あ捨,て捨ててもらっちゃ困るわよね、<laughs> <laughs> そう、ね、<laughs> と思ってますけど。あありがとうございいますいや、あののー、本当にさっき保養の 方がおっしゃってた、ええー、誰がどういう判決を書いたかっていうのを共有していくこと。これ本当大事だと思っていて。で、まあこれね、私自身が取材をして思うんですけど、はい、判決だけじゃなくて、いろんな記事も、 どういう記者がどういう取材をして文章を出しているのかっていう、うん、その注目もすごい重要だと思ったので、そ,でねはい、その判決の話もすごく理解できました。私たちがね、はい、東電会見で取材をしていて、同じ会見で同じ情報を出て、あの、得ていても、うん、各新聞、各テレビで論調が違っていたり、報じなかったり、全然違うことを報じてたり。うん、なので、私うっかりその新聞とかテレビのニュースって、はい、まあ、あの、なんて言うでしょうね、 こう一律の同じような品質のものかと思っていたらそうではなくてもっとちゃんとどういうバックグラウンドの人がどういう情報を得てどう文章にしているのかその メディアはどこからお金をたくさん得ているのかとか、いろんなことに気を配らないといけなかったと思います。そうね、情報を見る側としてはね。そう。はい、で、まあいろいろ調べて面白いんですけどね、毎日新聞はもう新聞社として署名をがっつりつけていて、<あ>署名記事っていうのをね、そう、大切にされてるんですよ。うんうん、ですよ。で、毎日新聞が一番あの広告が薄かったですね、本当ね。給料も安いのも毎日新聞で聞きましたね、本当に、ね <laughs> まあ。署名記事大変なんだなと思いながら。で、なのでその判決。はい、誰がどういう判決を書いたのか、というのを うん、私たちがすごくチェックするっていうのも重要でで,、ね、で今さっきのご意見伺ったと思ったんですけど、うん、判決が出る前から白原判決がどのようになるのか見てますよっていうのを<ー>もうそれがいいものになるのか悪い,悪いものになるのかもう白原判決って名付けて待ってますからこっちみたいなそういう目で待ち受けてる っていうのもすごい重要ですよね。ね注目してますよ、と。うん、本当、うん、に。はい、で、その、東電会見で、あの、見てる人が、昔はね、うん、2011年は、あの、ニコニコ動画とかで10万人の人が、あ,<ー>あの、会見見てたんですけど、そうね。あの、電通の圧力関係なく、一番初めに東電会見からいなくなったのが、ニコニコ動画と IWJ、インターネットのメディアなんです。うん、その、電通の圧力関係なく、見てる人が少なくなったので、うんうん ペイしないから、儲からないから、会見からいなくなったのがネット動画だったっていうのは、ね、私たちはショックで。あの、それはね、世論とか関係、世論、まあ世論ていうか、まあ見てる人が少ない。圧力関係なかったっていうことで。なので、まあとにかく、 見てる人が多い、監視してる人が多いというのは、本当に、あの、抑止力。いろんな、いいことも励ませるし、悪いことは抑止力になるので。そうやね。見てるっていうのは大事ですね。いや、本当に。注目。そう。あの、白原判決を待ち受けていますということを、私は、あの、はがきに書こうと思って。はい。あの、裁判長に送るはがきに書こうと思って、決心しました。いいですね。もう、そう名付けて、待ち受けていたいですね。はい。はい。本当にいい、あの、アイディアを。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。はい。いいですか はい、で、えーうん、あそうだ、そうだ、あそうでした、えー、ドイツがどうやって原発をなくしたのか、日本の人が知っていますかって、高校生に言われた話、で、その後私、慌てて取材をしたんですけど、で、 あの、取材の中で面白かったことが、ドイツにも原子力推進側の、まあもちろん官僚とか役にいるんですね。放射線防護所で、推進側の人に話を聞いたときに、あ、もうこれ答えだなと思ったのが、その、日本は、えー、テロリスト対策で、こう、廃棄物や核燃料を運ぶトラックとか、電車の交通ルートとか、あの、こう、車体の様子とか出さないけど、ドイツってオープンなので、 トラックの車体出てたんですよ。オープンなんですね。日本テロリスト対策で出さないんですけど。って言った時に、推進側の人が、そうか、日本はテロリスト対策で出さないのか。ドイツも車体は出すけど、ルートは出さない。なぜなら、それは市民団体が来るからだって叫んだんですよ。で、ドイツの市民団体がテロリスト団体よりいかに怖いかっていうことを、とうとうと話されて、必ず来ると。そして、あの、何ヶ月どころか、何年も居座ると。 で、もうそのトラックが動くルートに、もうテントを張って何百人も。で テントを張ってる人たちだけじゃなく炊き出しのテントができて、で、そこで生活するためのいろんな支援団体ができて、もう本当にもう原発の建設予定地に何年も入ることができなくて諦めざるを得なかった話とか、もう大量に市民団体が来て電車をひっくり返そうとして、もう頼むからやめてくれ、もう電車を動かさないってした話とか、あの、ドイツの市民団体は、あの、テロリストより怖いっていう話を、 あの、推進側の官僚の方から2017年でしたかね、はいはい、とうとうと伺って、そ,ね、その、まあ、市民団体の方々がいろんな、されてきたことっていうのももちろんあるんですけど、推進側をビビらすという、そういうやり方だったんだな、というのを、あの、よくわかりました。なので、その、ビビらすというかね、それぐらいこう、怒りがこう、形になってというか、そう、そう。 腹をくくって声を上げる。立ち上がる人が多いということですよね。で、まあ、それはその、そこの地域の農家の方とか、あのー、警察の、その、運動を止めようとする警察の警棒に当たって、沖縄の事件みたいですけど、目を失明された方とか、たくさん、その、反対運動をされてる市民側も傷を負っておられるんですけど、けれど、あの、立てさせるわけにはいかないという、チェルノブイリの原発事故の前から、 もう、あの、血を流す運動があったんだということを伺いました。なので、原発事故があった日本で、あの、ドイツがね、日本を見て脱原発の国策に切り替えたけど、日本の人たちは何をしてるんですかというふうに、高校生とかから、中学生とかから質問されたっていうのが、もう本当に申し訳ないです。っていうことしか言えませんでした。あ、そうだそうだ。えっ、ー、と、3時55分。 から4時まで5分休憩を挟みたいと思います。で、あと5分ですので、第2部のことを踏まえて、あ、これは言いたい、これは聞きたいって休憩挟んじゃうと忘れちゃうかもしれませんので、何かありましたら、あと5分、どうぞ、お一人お二人伺えると思うんですけど、3部ももちろん皆さんからたくさんご意見を伺うんですけど、残りの5分、あれなければなければ なければ話しされないに西堀さ,さんにまたマイクがいくんですけど早めましょうか、<め>そうしましょうか、そしたらちょっと5分早めて50分から休憩といいたしします。どうぞ皆さん3分もよろしくお願い,いたします。 それでは皆さん第3部に入ろうかと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。で、第3部はもうね。あの冒頭にご説明しました通り、皆さんからの活発なコメントをいただきたいと思います。で、あのそうですね。かっなんかさっき私休み時間にこれをこれを言ってよ。やってよっていう風なことを。 言われたんですけど、そうですね。改めてここの場でね、はい、あのー、共有していただけたらと思います。どう、お、じゃあどうぞいらっしゃいください。杉木さん。えー、福か花の名ばかりのウ運ンをしています。杉浦と申します。 えっと、2つちょっとお聞きしたいかなと思いますっていうか皆さんにも、ね、ご意見をお聞きしたいかなと思うんですけれども1つは、ねあの、この間の決心の時に民衆の歌で、えー、原告団の皆さん、弁護団の皆さんを送り出しをさせてもらいましたけれどもあれ、そもそも始まったのが森友学園問題の時に佐川証言の時ですね。 あの時にやっぱり皆さんすごく怒りを持って国会の前官邸前に集まったと思うんですでもシュプレヒコールをね続けていくってことって結構エネルギーが必要なことでつまり怒りを持ち続けるっていうことはなかなかねあの大変なことだっていうこともあってそれでじゃあ今度歌を 歌で抗議の,の意思を表明しようみたいなことがそもそもの始まりだったりしたんですけれども、えー、やはりこうやって10年以上にわたって、えー、戦い続けるということのエネルギー、モチベーション、うん、これは、ね、あの皆さんどういうふうにして自分自身を、えー、今日、あの会場にお越しになっている皆さんもそうだと思うんですよ。 それぞれの現場の中でいろいろ取り組んでることってたくさんあってでどうやってやっぱりあの今,今の現状おかしいじゃん変えていきたいでもその時にやっぱりそれを続けていくことのモチベーションってそれぞれあると思うんですなのでやっぱりどういうふうにして皆さんされてるのかなっていうのを一つお聞きしたいということそれから さっき休憩の間の時に、村さんとちらっと話してたんですが、あのなんかもやもやするんだよねっていう、今、裁判っていうステージでこういう戦いを続けてきてるんだけれども、結局、なかなか状況が変わらないというところもあったりして、この間のね、水俣の判決みたいに一つあの転換を迎えるのかなっていう、そういう部分もあったりはしますけれども、その先の本当に、本当の加害者、 そのあの東京電力や、えー、政府に対してやっぱり、えー、ちゃんと怒りをあの怒りという言葉を使いましたけれどもやっぱりそこを変えさせていくための取り組み、えーえー、そこをね何か一歩踏み出せるものが。 え欲しいなとと思うことがありますなので、えー、すぐにね、明快な答えが出てくるというわけではないかもしれないけれども、何かヒントや手がかりがあればいいなと思って、皆さんにお聞きしたいと思います。あの、ええっと、あの、全員じゃなくても構わないですけれども、あのぜひお願いしたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。 めちゃくちゃ、二つって言いながらめちゃくちゃでかいこと二つ聞かれましたよね <laughs>、えー。え一つが、モチベーションをどうやって持ち続けているのかということと、二つ目が、もうこれ二つ目めちゃくちゃ難しいですよね、本当に。えー、世の中を、社会を変えさせていくための取り組み一歩、ヒントをということでした。 どうでしょう。あ、まああのこあの私たちこう前に座ってる人間に限らず、そのことに関してこういうアイディアがあるとかこうだっていうこともあれば、ぜひぜひあの皆さんもおっしゃってください。なんですか。あの急に皆さん目そらすみたいな作戦になったらですよね。あ、あどうぞ。あ、なんか運動論なの弁護士からあれですけど、<laughs> あのとりあえず我々はねモチベーションの維持というかあの維持しないと。 あの進められないので <laughs>、あのーまあ、一番大きいのはですね弁護団の場合は情報がちゃんとあの原告さんから入ってきているので、えー、やっぱり理不尽な状況っていうのが日々更新されてずっと理不尽なんですよねそうするとモチベーションはずっと更新されていくっていうサイクルなのでやっぱりこう常にまあなんていうかな状況にし新鮮って言い方が分かんないですけども あの、リアルタイムのものに向き合ってる。それがいつの間にか十何年経ってるっていう感じっていうのが率直なところですかね。はい。で、あともう一つの方の、えっ、ー、と、今後の手がかりの方は、まあ、弁護士なのあれなんですけども、まあ、法廷だけで運動が完結するわけがないので、えー、いかにこう、広げられるか。で、どこでの運動でも一緒だと思いますけど、段階世代の方々がこう、中心で引っ張ってる。 ところから、まあ、次の世代でどううするかっていうこの隔たりとかこう継承というかね広がりの話をどう作るかがかなり難しくてで弁護団の,あの弁論でもちょっとずつ意識するようになっていったのはそういうこともあってあの映像ですねで裁判官にも映像で伝えられるところは伝えようと。で家視化して皆さんあの文章に慣れ親しんだ世代なのでいいんですけども。 やっぱっと見てあの若い世代には特に数秒しかこの情報に触れてくれないので数秒でいかに伝えられるかっていうのをある程度意識しながらやらないといけないのでその辺をこうもっと取り組んでいくといいのかななんていうふうに漠然としては考えていったりします。 あの、今の杉浦さんのお話ね、その、モチベーションをどう継続していくかということはね、本当にこれ難しくて、私なんか怠け者ですからもう何回も下手って、下手って下手っての10年間だったんですけど、やっぱりあの、非常に内向きなことなんですけど、この前あの、ある高校生の作文の中に、あの、大人,大人の人よ、もっとね、あの、勉強してくれというのがあって、 知は力なんだから、あの、もっとしっかり、ちゃんと勉強してほしいという高校生からとね、国発の文章があって、まあ発でもないですね。やっぱり知らなければ、関心の持ちようもないし、いや、どうしようかなという考える力もないし、あ、出てこないし、やっぱり、本当内向きなんだけど、 やっぱり正しく、なんとかその、知ろうとすることが大事かな。そしてやっぱり仲間、一人だったらすぐにね、下手ってしまうんだけど、やっぱり一緒にやってくれるつながり、少数でもいいから、仲間がいるっていうのは、やっぱり継続できる。だからあの裁判のた 旅にね、あの、今日は何人傍聴者があったってってうのは結構ね、私たちの中では、いや、今日は90人だったよとかね、いや、60人だったよとかね、言うんです,ですけど、どうしてもその数で考えがちなんですけど、数ではなくて、 その60人の方がお一人お一人に意志があり、ここまで裁判の傍聴に来る、その意欲、意志がある。それが非常にやっぱり支え、ただ数じゃないんです。やっぱりお一人お一人が駆けつけてくださるという、このことがですね、やっぱりつながりになり、力になり、やっぱり人と人、 ののつながりのありがりりあたさですかね今日も何人も何人もの方がね声かけてくださって来たよって言ってくださる本当にね私もな,、まあ、な,なんか私が言うのは変な私避難者でも原告でもないのに言うのは変なんですけどやっぱそうやって声かけてくださるたくさんの人に声かけてくださるそれがやっぱりねモチベーションを非常に何、えー、ていうかなきち力になりますね。ややっっぱぱりり知ることとやっぱり皆さん のつながりかなというふうに今思っておりますありがとうございますいやこうやってなんかみんなではお話を伺うの面白いですね私もあの本当に黒沢先生と錦織さんと全く同じであの 黒沢先生が弁護士としてフレッシュなリアルタイムの情報に触れるからモチベーションとかではなくて、いつも新鮮な怒りがあるとおっしゃってたんですけど、私たち自身は東電会見ずっと取材してるので、もうなんかもう毎週毎週腹立ててるみたいな感じで、もう同じだなと思いました。で、それでね、西京理さんのね、お話にもあの、つながるんですけど、あの、知ることっていうことで、もう自然とモチベーションとかじゃなくて、知れば腹立っちゃうんですよね。ひどいなと思って。 で、なのでやっぱり情報の共有がいかに大切かっていうことだなと思いながら、あの、先月水俣に伺った時も9月27のもう判決のね、名前を言うね、当の雪判決というね、あの素晴らしい裁判長の地裁判決の後、もう水俣の方々がおっしゃってたことが、現地検証があの判決を書かせたってみんながおっしゃってたんです。裁判長が、あの、現地振興協議という形で地元に来て、今まで切り捨てられたいた地 地域が特措法で切り捨てられていた地域から海を見ていかに知らぬ遺体が近いかということがあの判決を書かせたんじゃないか現地検証がやっぱり一番効果があったということをおっしゃっておられましたなので本当にモチベーションあの2問目の社会を変えさせるにはもうすごく通じると思うんですけどあの情報をいかに共有してあの生の情報を発信して共有するかっていうのが重要じゃないかなと 感じましたでもまあね、本当に、そこを電通に抑えられてるっていう、こう電通券としての悩みもあるんですけど、本当に。あのー、ありがとうございます。でも、杉さんも、貧困のことをずっとやってらして、もうどういうモチベーションなの体壊してまでって思うんですけど、<laughs> <逆に S 1> でもそれも本当に知ってしまったら、やらざるを得ない、動かざるを得ないって、本当に同じだと思います。ありがとうございます。いや、もうなんか、あのー、 一問目でなんか結論みたいな話になってきてますけど。<laughs> はい。はい。なんで、なんだ、え、何ですか何ですかう,うん。ういいててあ、そうか。いや、でも、二つ目のことに関しても、改めてそうですね。何か、ご意見とかコメントが、そう。社会を変えさせていくための取り組み。本当の加害者に対して、どうやって動いていくべきか。あ、どうぞ。 あの、杉浦さんの言われた二つ目は全く僕も同じで、いつもね、あの、最後にもやもやが残るのは、みんなね、おかしいと思ってる。だけど、なんかね、話をずっと持っていくと、最後は自分たちも加害者だねっていうね、<laughs> その自分たちも加害者だというところで終わっちゃうところがね、なんかいつももやもや感が残ってて、 そんなこと言っ,たって悪い奴ここにいるじゃないかっていうね、その悪い奴をどうするかまず考えようじゃないかっていうところに話がいかないのがいつもね、あの、もやもや感が残ってるんですけど、まあ、大変難しいことだと思うけど、ただ、歴然と、 悪いことやってる奴いるわけですからね。あの、えー、さっき言ったその、あれだよね。あの、おバカさん、おバカさんが向こう側のおバカさんですね。向こう側のおバカさんをやっぱりしっかり捉えて、そこをやっぱり攻撃、きっちりね、攻撃するっていう、そう、戦闘的なね、あの、えー、あれがもう大切なんじゃないかなと思うんですけど、いや,いや、あ危、危ない提案ですけど、<laughs> ちょっと、その辺をうまく <laughs>。 知恵を出し合っていけたらなと思ってます。はい、<laughs> 自分で時間を計りながら。えっとですね、えー、まああの解決策ということじゃないんだけど、この間ずっと考えているなことで一つあのお伝えしたいなと思うんですが。 えっと、ちょっと話は飛びますが、えっ、ー、と、ワグネルというね、ロシアのその傭兵部隊がありますが、この傭兵という産業は、あの、ロシアだけじゃなくてフランス含めて、どんどん世界中に広がっています。そして、えー、最貧国の人たちが、えー、そこのね、えー、傭兵部隊に入っていって、一旦入ると、その職業を繰り返していくという形になります。で、えー、と調べたら、ワグネルの給料っていうのがですね、モスクワ、えー、ソビエトの えー、すじゃないロシアの首都、モスクワの平均給与の4倍ぐらいもらえるんですね。1ヶ月。で、プラス、戦闘をやって、なんかいろんな功績を立てると、ボーナスがもらえちゃうと。つまり、えっ、ー、と、4倍の、うん、と、見入りがあるわけです。で、えー、ちょっと、あの、えっ、ー、と、翻ると、えっ、ー、と、東電の話の中で、えっ、ー、と、まあ、そっか、その手前であの、東京オリンピック、 あの時に、1日30万円ね、もらってると、デンツの人たちが。そういう話がありましたよね。1日30万円ですよ。で、それで1500ぐらいの、あの、えっ、ー、と、お弁当をですね、毎日捨ててたというね、話も出てました。で、今何言いたいかというと、普通に生きてる、普通に暮らしてる人たちの真っ当な判断。真っ当な、例えば何が真であり、何が善であり、何、何が美であるかっていうね、真っ当な人たちの感覚。 さっき言った素朴なね、こところでやりとりできるんじゃないかって話があったけども、これはまさしく生活者として、真っ当な生活しているときに、だいたいこの辺がね、真実だろう。この辺がね、あの、美であろうと。この辺がいいこと、善であろうと。いうね、そのなんていうかな、えー、当たり前の真っ当な生活している人たちの感覚、常識。そういったものがね、えー、世界の中でしっかりそこがね、ちゃんと動いていって、 いろんな出来事に対して対応していくとそういう時代なのかあるいはさっき言ったように、ね、4倍とか5倍とか、まあ、1日30万もらっちゃう人たちのリアリティつまりそういう仕事があると彼らはとんでもないお金をもらえるわけですだから原発も必要だ、ね、オリンピックも必要だで予算がどん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 膨らんでいって気がついたら最初の、ね、当初予算の3倍とか4倍 それが当たり前のように、実は大きなプロジェクトの中では動いている。つまりそこにリアリティを落として生きている人たちが、今この世の中を非常にこうドライブしているというか、ね、動かしている。そういうリアリティを持った人たちと僕たちがどう違うのかということをね、きちんと踏まえないと、この先ね、とんでもない世の中になるなというふうに思っています。ありがとうございます。まさかの伝通ワグネル論が出て、ちょっと震えました、本当に。なるほどなと思って。ありがとうございます。あ どうぞ原発が投下されたとき ABCC が非常にいろいろいろなことをやったと思うんですけれどもあの今回は IAEA 私、ちょっとそのマコケンさんに聞きたいんですが、IAEA、e、ってすごい悪者だと思うんですが、自分があんまりよく知らないんですよ。IAEA、e、を敵にすると、これは世界キャンペーンを張れるんですよ。でしょだから、あのー、 えっともう日本の国内だけじゃなくってやっぱりこれは世界に持ってって今もう英語も全部もうもういい翻訳ソフトもいっぱい出てるからみんなそんなになんか恐れないで <laughs> 英語なんてあの何て言うんですかね通じればいいと思う思わないと <laughs> 使えないから私なんかいつもそうなんですけれどもそうやってどんどん発信していったらいいんじゃないかと思いますなんか福島市にもあれでしょ あの、なんかそういう事務所持っていろんなことやってるんでしょじゃあ誰がそれを動かしてるのか。ね。そ、そういう問題に私はこの問題を大きくしてい,いったらいいんじゃないかなと思います。いや、もう本当、おっしゃる通り、これ私自身が取材をしていて、あ、そうか。世界と、 もう、歴史と戦うことなんだな、というふうにいつも感じてます。で、あの、IAEA、e、が、あ、これ誰だっけあの、ほら、あの、ほら、えっ、ー、と、えっ、ー、とセ、セバスチャンじゃなくて、あの、研究者の人、WHO 追い出されたって言ってた人、IAEA、e、が WHO と協定を結んで、1900何年だったかなちょっと今あの、思い出せないんですけど、WHO が IAEA の、えー IAEA の、こう、なんだったかな、承認を得ずに健康調査をしないという協定を結んで、WHO は、その原子力の影響、被爆の調査に関して、WHO は IAEA の料理独立して、健康調査をもうしないということになっていて、その段階で WHO の研究所から、もう、あの、 追放されたと、解雇されたという方と、研究者に話を聞きました。なので、まあ、世界の被爆に関する健康調査っていうのは、あの、原子力推進側の元に成り立っている調査だと聞きました。なので、IPPNW と核戦争防止国際医師会議というのがあるんですけど、そこではもう本当に、どうやって IAEA と、 戦うのか、健康調査、被爆に関する調査を、えー、IAEA、e、の影響を受けずにするのかっていうのがテーマでずっと話し合われてたんですね。劣化ウラン弾が使われてる地域で白血病が増えて、で、その調査を出してもフード病だということになり、そんなはずないでしょうっていうような話。で、えー、今年、 ドイツの論文が出てたんですけど、チェルノブイリの原発事故で汚染されていたとされていたイノシシが、実は核実験の影響もずっと受けていた。そのセシウムが残っていたと話など、その被爆に関することというのは、原発事故とか原子力とかだけでなく、もう様々な歴史的なものも全部ひっくり返す勢いで戦わないといけないんだと思います。でもだからといってね、 敵が大きいからもう無理だわっていう,う話でもないんですけど。なので、そのおっしゃるように、これは IAEA がお墨付きを与えたからだではなく、IAEA、e、が言ってるからこそ被爆の封じ込めがまた行われているという形で世界に発信するというのはすごい重要なことだと思います。うん、本当に。で、あのー、 さっき佐藤さんがおっしゃっていた、その1日30万円の人の利益とどうやって戦うかっていう話。こっちめちゃくちゃ、いや、うん、どう、どう、共通言語ってありますかねみたいな。もう、あの、そんなところなんですけど、何かいいアイデアはないですかね皆さん。もう、なんで、もう、もうなんていうかね。価値観が、こう、共有できないかもしれないっていうところから。そうやね。でしょそう。本当にね。 もう誰から嫌われても全然平気ですみたいな、もうあの名指しで文句を言われようが、それが何か、もうあの豪邸住んでますからみたいな雰囲気の価値観の違いをそうどうやって乗り越えていくかですよね、本当おっしゃる通りだなと思いました。これ難問ですよねそういうこともこうやっぱりこう共有できたらみんな、いろいろ感じますもんね。だから かかったんじゃないでしょうかねうこれ今こうやって佐藤さんがお話ししてくださったことでね、どうしても聞きたいことがありまして、あの今までの話の中でね、 マスメディアの役割、影響ってものすごく大きいと思うんですよ。で、今日そこに登壇されてる、お城井真子さん、健さんも、原告団も、弁護団も、マスメ,メディアの記者とは非常にお付き合いが深いと思うんですけども、メディアは向こうは、まあ私もほぼ完全に牛耳っちゃってるっていうかね、支配されちゃってる。どうそこを変えていくか。それの先ほどその、本当の敵をね、えー、何とかしたいっていう時には、やっぱり、 メディアもなんとかしなきゃいけないんだって考えてるんですけど、どうなんでしょうか、そうこのところ、ぜひお聞かせ願いたいと思いますあの新たな投入ありがとうございます、<laughs> 新たな爆弾の投入ありがとうございます。そそうなんですよねそのあのあ そうですね。これ私がマスメディアと一言で、あの、くくっていても、現場で取材している方々とね、あの、こう、話をすると、やっぱ原発事故で起こってる人っていうのは、 あの、少なくはなかったんですよ。2011年、12年、13年は。でも年月が経つにつれて、もう人事異動でたまたま配置されたみたいな記者さんが増え、そうするにあたって、やっぱり、あの、初期の問題意識を持ってる人っていうのはすごく少なくなりました。はい、で,ねでね、もうマスメディアの記者さんの方々に、私取材してて一番、一番それ書いてくれよっていつも思っていたのが、あの、福島に配属されると占領系を渡されるそうなんですね。あの、新聞社とか、 テレビ局の記者さんが。で、 こう酔っ,っみんなで飲み会してる時に酔っ払って、オタクの、オタクの社はどれくらいで移動対象なんですかとかっていろいろ聞き出してたんですけど、年1ミリを超えると移動対象になるところとか、2年で何ミリとか決まっています。で、年1ミリで移動対象になっていても、あの、希望すれば福島で取材できるそうなんですけど、でも5ミリを超えると、あの、労働組合から、あの、移動するようにという、こう、あの、勧告みたいなのが出るそうです。で、 福島に配属される記者さんが占領系を持ちながら取材しているということ自体をなぜ報じないのかということをずっと住んでいる方々がいらっしゃるのになぜそれをニュースにされないのかということをいつも思います。で、本当にそのことに関してじくじたる思いを抱えて本当にそうですよねって初めて占領系を渡されました福島の取材でっていう記者さんもいらっしゃるんですけどでもやっぱり核となると社をやめて 子供がいるけど、まあ、もう、解雇されることをね、覚悟してという形にもね、やっぱり自分の意見を言うということが、いかに人生とか仕事とか家庭とかを人質に取られているのかというのも思います。それと同時に、電通の番組誘導、取材誘導のね、まあ、その勢いも強いなというのも感じながら、うん。でも、そうですね、えー、そうですね、やっぱり、 そうですね。東電会見の中で、13年の中で会見に来られている記者さんが、すでに4人実施されたんですよね。やっぱり私はそれはすごく人数が多いことだと思っていて。で、あのー、取材している声を上げたいと思っている記者さんが、声が出しやすくなるように、支持できるような体制を私たちが持つことも重要ですし、 うん。で、やっぱりその大きい、あ、そうそう、あと、あとちょっとだけね。あのー、ほら。スイスのあのー、社会学の研究者の話。日本、 という国が、いかにテレビと新聞が書いていることが100%事実かと思う人たちの割合が多いんですって。プロパガンダの調査をしている社会学のドイツの研究者がいるんですけど、あの、原子力を推進しているフランスでも、テレビと新聞が言ってることが事実だと思う人の割合っていうのは、国民にはすごく低いんですね。で、日本では、ほぼ全ての人がテレビと新聞に出てたら、それは事実だと思うから、そこに国の予算がとても割かれていて、で、まあ、プロパガンダが とても効果的な国だとのでそのマスメディアの人たちが牛耳っちゃってることも問題なんですけどそれ別に本当のことそんな書いてませんけどみたいなそういうことも広げていくのも重要じゃないかなと思いました受け手がね,受け手が,ね受け手がしっかりそうやってそうねあの鵜呑みにしないというのも大事ですよねそうそうそうはいはい、はい、と思いますはいええ 16時半終了の予定だったんですけど16時45分、15分延長したいんですけど皆さん、どうですか、よろしいでしょうかあ,ありがとうございます,とい,ますという形であのお手て挙げてくださっている方がいらっしゃるのではいどうぞ、そのね、ゼッケンね、私ね、すごく気になってメモったんですよね、<laughs> 本当にね、あれですよね、あ後ろのそう背中のね。すすいませんちょっと遠いですけど 自衛隊を災害救助即応隊にしようと背中に書かれていて。さっき私あのメモりました。同じ思いです。え <laughs> え、えー、私横浜に住んでる小倉と申します。えー、実はあの村田さんとはあの友人関係。で、実はあの数日前にですね。 横浜の地下鉄のホームでこういう格好であの電車を待ってたらですね、はい、声をかけてくれるご婦人がいましてそれが錦織さん <laughs> それで私が実はこのイベントがあるの知らなかったんですけどその時にあのチラシをいただきました錦織さんからそれで知ってあの今日ですね じゃあしかも村田さんがねあのまあいるっていうことで、まあ、そういう2つの動機で来ました。であの先ほど世の中をあの変えるにはどうしたらいいかっていうね大きなテーマが出ましたけれども。で。 そのために私はこういうことをやってるんですが、なぜこういう格好で、あの毎日あの家を出てから帰るまでこういう格好をしているかっていうとですね、えー、要するに我々はあの情報戦争をしているんだと。つまり今の政権を握っているそういう 例えばあの戦争にの準備をするとか原発をす利用するとかいうそういう勢力と我々とがその情報戦争をしているとで本来我々の味方であるべきマスメディアが実はもう相手のね要するに我々がっ戦っている相手側についてもう情報操作しちゃってると僕はもう思うんですね。そうすると 本当は、あの、それを、我々の味方についてれば、それほど,ど努力しなくてもいいんだけど、それが向こう側についているとしたら、我々、私たちができることをやらなきゃいけないと。それで残されたのは、結局一人で世の中の人に訴えるという、こういう方法しかないじゃないかということで、これをやっております。 それで、今、ここの中でですね、えー、政府が今やってることに賛成,し賛成だって人一人でもいますかいないでしょと <laughs> いうことはですね、ここで大勢の人がいくら集まっても仲間は増えません。だから、皆さんね、一人一人が何を考えているかわからない人がうじゃうじゃいる街の中に出て、 そしておかしいことはおかしいこれはこうすべきだということを一人で訴えていけばいいんじゃないかと思います私みたいな格好してこれはねすごい迫力があると思いますよえー、っとまだあるのかな問題です、はい、じゃあ,あの終わらせていただきます <laughs> 素晴らしいご提案をありがとうございます あの、本当に私もおっしゃる通りだと思っていて。あのー、そうね。いかに自分が生活の中で、暮らしていく中で、周りを少しずつ変えられるか、周りにアピールできるか、周りの人間を変えていけるかだと思います。で、あのー、まあね、まああの、私たちも芸人なんですけど、 学屋でめちゃくちゃ原発事故の本を読んで、めっちゃ面白いって言いながら読んで、で、開いて置いておくと、なんか戻ってきたら誰かが読んだ形跡があるとかね、本当にね、うん、でも、できるだけいろいろ周りの人に、あおしどりが言ってるんだからちょっと話聞いてみようかと思わせるようなやり方を考えています。はいで,すね、で、そうですね、あのーそう、周りを変えていけるかと同時に、 街の中に出て一人で訴えるっていうのもすごく重要なことですよね。うう,ねうん。本当に。こ、ここの、え、<の>何が違う考え方の人たちに訴えるってことですからね。そうです。はい、で、でもね、私、こういう集まりもすごく大切だと思っていて、で、こういう集まりに、 誰か友達を一人連れてくるっていうのがね、もうそれをご飯ごちそうするからさ、とか、もうあの、<laughs> そうそう、今度この後、なんか一緒にお茶飲むけど、その前にちょっとさ、今こういうことやってて、あの、話聞きに行かないとかね、そういう人を増やすっていうこともすごい大切ですよね。そう、ねね、そうそうそう。うち、全然関係ないんですけど、うちの母親ももうめっちゃ原発事故の取材し始めてから、NHK が嘘をつくわけないでしょつってめっちゃ怒ってたんですけど、もう今では、あの、少しずつ、こう、まあ、あの、子供に 負けないように頑張るって言ってなんか読書会自分が読書会行く時にまあついでに原発事故の署名集めるとかねいかに自分が生きてる時にあの違う集まり違うところに参加しながらなんか。 あの、この音楽とこの本とこの食べ物が好きだけど、でも今、今原発事故の問題もめっちゃ気になってますみたいな感じで、もうちょいちょい滑り込ましていて、周りを変えていくっていうのは、すごく私重要な作戦だと思います。そうですね。本当にね。うんうん、そうすることによって周りの人が、あの、急にね、あの、全然今までそんな話したことなかった話家の師匠が、あちょっとお取りに聞こうと思ったんやけど、って。 アルプス処理水とかいうやつ、あかん話やろって急に、汚染水の話を私に誰もいない時に聞くとか、<laughs> うんうん、そういう現象も始まるので。ね、聞きたくなる対象になるよね、うん、まこちゃんがね。うんうん、はいはい。うん、に。えー、あの、一人で周りを変えていくこと、もう誰でもできる、一人がメディアになることにつながるよね。<ー>そう、口コミが一番強いと思います。本当に。うん、はい。すごくいいご提案ありがとうございます。あ何か、あの、 もうね私ねあと一分っていう旗が出たんでね本当にねもう喋る時間がございませんのでどうなったかが続けて一人あえ何ですかいやいやもう皆さんのことをあそうですねはい,い本当になんかあの先ほどの方なんかその絶句がものすごくこうなんて言うんでしょうね年季が入ってる機能句を作ったんじゃないなみたいなそんなかいつからやってらっしゃるんですかはいはい。はい 7年と3か月いいいはいあもしよろしかったらもう一度でもなんかせっかくその7年と3か月前からの話を伺いたい, <laughs> 聞きたいです、ね、<laughs> あ,のありがとうございますあのー、始めた理由はですねちょうどあのー で7年前の,あの参議院選挙の結果ですね、えー、参議院でも、改憲派の議席が3分の2を超えたんですね、でその前に衆議院がもうすでにそういう状態になってて、でその参議院選挙でもって、衆参ともに改憲、えー、派の議席が3分の2を超えてしまったで、それにショックを受けたんですね、これで、あのもう改憲の,の発議がね、 え、できる状態になったなっていう。それでですね、今までみたいに簡潔的に時々、あの、デモをしてたんじゃダメだと。もう、とにかく年中、毎日できる時はもう、デモをしなきゃっていうふうに、まあ、思い詰めて、毎日、それ以降ずっと毎日やるようになったんです。それでも、あの、ゼッケンの方もですね、だいぶ、あの何、何回も変えました。文句も変えたし、それから、あの、え、いろいろ材質も変えたりね。 そういうことをしてあのまあ一応今これで落ち着いてますけどそれでですねあの本当はねあの皆さんにやってもらいたいんですあの何かっていうとですね例えばね10人一緒に例えばスタンディングでもやろうなんてね思ってもね10人の都合を合わせるのは大変です、ね、それでとにかく1人だとねスケジュール調整がいらない <laughs> ですよ 本当に自分の好きなときに自分が歩くところでできますからね、やりやすい、それからお金もかからないんですよね、わざわざ、ね、国会のところまで出かけていったら交通費がかかります、これ、あの自分の歩くところでやっていればお金もかかりません、まあ、そういうことでね、とってもやりやすいし、それからあの効果もあるし、それから最初の3日はさ恥ずかしいんです。 だけど、その後恥ずかしいなんていうのはなくなりますし、それからね、いろんな反応があります、でで不思議なことにですね、大体、9割は女性が声をかけて一1割ぐらいしか男性は声をかけてくれない、どういう声をかけられるんですか。えっとね、いろんなのありますけど、こうです、私も同じです、ありがとうございます。 それからね、えー、もう一つは横浜のバス停ではね「あなたそれあの一人でやってるんですか?」そうです」そしたら向こうを向いてしばらくしたら「あのこれあの私はできないけど」って言って渡された千円札」。<laughs> まあとにかくね、まあ、もっと話せばいいくらいでもありますけどいろんな反応があってね <laughs> 楽しみになるんですよ。今日はどんな反応があるかなって。つまりさ、恥ずかしいのは3日間。あとはずっと楽しいです。ですから、あの、皆さんもね、にお勧めします。今日はね、これの宣伝ができてね、とっても、あの、ありがとうございます。<laughs> 若い人でね、あの、 面白かったのはね横浜の地下鉄の中でね、えー、と私があの横浜に戻ってくる時に途中で乗り込んできた56人の、ねえー、と高校生みたいなのがいてねそれで女の女,女学生が1人それからそれを取り囲んだのがあの男性ので,でまず最初に声をかけてきたのは女性の学生だね。それであの やらせててくれっていうわけですよ。これ,これを外して自分,自分にねやりたいっていうわけですよそしたら男の子たちがその女の子を囲んでねかっこいいって言ったんですよ、えー、男の子がね、えー、だからねいろんな反応があって本当に面白いですよ、えー、それとやっぱりね 自民党に投票している人もいるかもしれないし公明党に投票している人がいるかもしれないし,して、ね、選挙で棄権する人もいるかもしれない分かりませんけどもそういう人たちにダイレクトにメッセージを届けられるこれはねすごくなんか、ね、やりがいがあります。あの 私もあの小倉さんとはいろんなことであの時々あの定期的に飲む,飲むことは飲んでるんですけどもう毎日言われながら私もあれをかけて歩こうという気にはならないこれ何だろうなとこう思ってるんですがただあの一つだけ、ね、補足しておくとあの小倉さんたちはあのコスタリカに学ぶ,学ぶという、ね、大変息の長い運動をされてて。 あのネットでもね「ピースアゴラ」というのを毎日発信されてそこで小倉、えー、さんはこれだけじゃなくてね本当に分かりやすい短い言葉で、えー、あの訴えておられるのでもし、えー、暇があったら「ピースアゴラ」の画面もあの毎日一言以上あの、えー、流していらっしゃいますのでそれもぜひ聞いていただけたらと思います。 えー、いつになったら僕もあれできるかなと思 <laughs> ちょっといつも後ろめたい気持ちでいます。ありがとうございます。いやもうあのものすごい心強い。あ、どうぞどうぞ。えっと横浜市の笠野と申します。 えっと、今の大倉さんのすごい良かったんだけど私、すごく恥ずかしがりなのであれはできないんだけどなんか缶バッジ作ったり大倉さんのマスコットみたいなのを作ってもらえばもういつもからあのバッグに触れたりつけたりしてでみんなでなんかそういうのを作ったらこれつけてたらみんな,なんかつけてるけど何とか聞かれたりするだろうしそういうのをぜひやってほしいなと私、あの前台湾に行った時に台湾は原発ゼロでフロディエンジャー クイリンっていうあのステッカーがあるんですけどそれもらってあの自分のバッグに貼ってて、えっと、なんか学校の先生してるんですけど生徒に「それ何?」って聞かれて、まあ、私英語の先生なんだけど中国語もちょっとしゃべるんで「<laughs> でじゃんクイリン」っていうのを説明したりとかしてなんかちょっと関心持ってくれたりしたこともあるんでなんか是非今日すごく勉強になったしあの楽しかったんでなんかみんなでそういう。 缶バッチでも、マスコットでも作ってくれたら、もう、いっぱい広がるんじゃないかなって思いました。以上。はいあ,あ、すいません。えっと、ハリエンジャンコイリンっていうのは、原発ゼロっていうんです。すいません。ありがとうございます。あり,ますあ,ありがとうございます。あの、 小倉さんの一人メディアのスケジュール調整のいらない活動っていうのが意外と、なんでしょうね、村田さんも含め、ハードル高いっていう話が出てるんですけど、あのいいですか、一、はい、人でやるのはね、3日間我慢しろって言われてもね、一人でやるのはね、二人だったら私やってもいいな、誰か, <laughs> 誰かもう一人一緒にやろうっていう人がいたら、二人だったら私できるんじゃないかなと思いました。二二人人でではきますよね,ね<え>あ あと、なんか、あの、二人でかけながら、うん、ま、歩くっていうのもありですけど、なんか、お茶飲んでる間ずっとやっとくとかね。<laughs> かけながら。あの、どっかお店でお、あのー、喫茶店とかで。うんうんうん。でも、あのー、そういうこう、周りを変えていく、うん。 っていうのは、あの、見てる人、こう、接してる人変えていくっていうのは、すごい重要なやり方ですよね。よね揺さぶられ、ね、揺さぶられる、揺さぶられる。そう、二人だったらできるっていうのはありますよね。なんか、そう、なんか今お茶、お茶飲む話で急に思い出したんですけど、あの、維新が急速にね、あの、こう、いろいろ支持者を伸ばしたやり方の一つで、その、わ、その作戦を聞いてすごいなと思ったのが、こう、選挙演説をして、バーって人集まるじゃないですか。駅前,かね、駅前とかでね。 で、その、あの、ね、他の党いっぱいこう、人員を動員して、あの、社民党の方とか共産党の方とかいっぱい人集めるんですけど、その後いっぱい人集まってよかったねってみんなあの、駅移動して帰るんですって。演説,っ演説が終わった後。でも、維新は、 もうあらかじめ割とこうそういうこと言っているらしいんですけど、演説が終わった後、そこの地域のミスタードーナツとかマクドナルドとか喫茶店に散らばって、お茶飲みながら大声で、さっきの演説よかったね、あの人の話よかったね、っめっちゃ話するんですって。そしたらそのまちまちで、 なんかわかんないけど、演説なんか聞いてないけど、そこの定食屋さんとか、とんかつ屋さんとか、カレー屋さんとか、ミスタードーナツとかで、維新の演説の話を耳にしちゃうっていうことを言ってました。だから、その、ゼッケンをかけて歩くだけじゃなくて、あの、集まってお茶を飲むときに、大声で喋るっていうのもすっごい効果的。<laughs> 効果的っていうこと聞きました、本当に。うん。でもね、そうやって、通りすがりの人に、 あの目にさしたり、こう耳をでちょっと情報をこう伝えていくっていうのも、すごい重要なことだと本当に思います、うんうん、どうぞ実はあの、ダズ原発市民会議っていうのをね、みんなでやってたんですけども、えー、っと新横浜の北海道っていうところで、ボトルを1個入れまして、ダズ原発っていう名前を付けるんですよ、ボトルに。ね、それで、大きな声で言うんです、ダズ原発です。 出す出すくださいってねそういうこともできます、はい、<laughs> さっきの遠の野さんの提案と今までの話と合わせて思ったんだけどあの例えばねあの去年の6月17日の最高裁の判決は3人出したんですよね、3人の抗議で。 でそのうちの一人は1ヶ月後に大手の法律事務所に天下りしちゃったとかいう話が今出てるんですけどあのさっき言ったようにその明らかにこいつ許せないなと思う標的が決まったらそ,その人の名前を 書いたものをね胸に下げるとかさその手もありかなと今ふっと思ったんだけどねだからもちろんいい人に対してもそれやっていいと思うけどやっぱり個別に分かるような運動がやっぱり必要かなって思いますねあ,あそうですねいい判決を書いた人の名前も覚えると同時に悪い人もこうきちんと 覚えていく。で、もう、その、体につけるメッセージとか、みんなで言うメッセージを、もう、個人名にしていくということですもんね。ああ、でも、それはその、なんていうか、私たちきっちり見てますし、監視してますよっていうことでは重要な力ですよね。あ、それは本当にそう思います。うん。なんか、あ、どうぞどうぞ。あ、あと一分ということですね。はい。もう、なんかあのー、いろいろなアイディアが、最終的にどんどん出てくるという形で、いやもう、 あの、やっぱり、こうやって、あの、話し合うというのはすごく重要ですね。で,すねでも、いくつか重要な、あの、なんていうか、トピックが出ていて、はい、その、情報を共有し続けること。リアルでフレッシュな情報を共有、ま、あの、共有し続ければ、自然とモチベーションは、 あの持続してるっていう、いや、もう怒らない方がおかしいんですけど、でそれをどうやって広げていくかで、広げていくにあたって、一人メディアというやり方もある、あどうぞ,どうぞあ、どうぞ、あどうぞ。横浜の菊名にある弥平っていうですね、 あのカフェので今度二20日にね、あのー、今日の話を元にして、このハガキどうするかっていう、そういう話し会をしますっていうことを、今日来るときに、あのー、メールであの会員20人に <laughs> 出してきたところだったんで、ね、すごく、今日の話はね、あのーおおあの、参考になったんですけど、特にですね、あのー、思ったのは、この さっきあの、もう出ましたけど、志田原ラ三さんっていうね、この裁判官。この人どういう人なのかってことをですね、今までふくいろいろね、あの、何回も傍聴、私も傍聴に行ったりしたけど、その中も含めてね、この裁判官はどういう経歴で、どういう判決を出してて、こういう裁判官なんだってことをね、聞いたことなかった。で今日、 あのー、本当にこう、具体的なね、名前で、ぜひ、20日までに、私は、そのデータ、データをあの、あの、黒沢さん、スイッチさん、あの、欲しい。で、これをですね、私は、言っちゃうよ。えぇ、ー、聞くな界隈で、100人、100通、出す。だから今日これ100通、 預かっていきますすごいでそれでねあのこの前の,あの地裁の時には菊名駅前でスタンディング署名やったんですで確かにいろいろ出てたねあのそこでいろいろ会話も含めてあのできた今回これについてやるかどうかやれるかどうかちょっと。 と、まだこれは保留。ちょっとみんなで考えたい。と <laughs> いうことで、えー、とっても元気の出る、えー、今日の,あの会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。品 <laughs> 原さんについてどうですかコメントをしますちょいと。ね。 現時点でそんなにコメントはなくてですね、あのそんなにこういろいろこう有名判決の方ではないかと思うんですけども、我々でちょっと調べられる、あのご経歴はすぐ出てくるんですがあの、どういうことをおっしゃったかっていうのを急ぎ検索等で調べましてね、場合によっては横浜地裁にいらした方なので、直接あのこういう判決をもらったっていう人がいるかもしれませんけれども、あのその辺を含めて、えー、と急ぎ検索等で調べまし 村田さんを通してでしょうかあのちょっと我々が集めたものをお伝えしたいと思います大丈夫ですよね今日いろいろ出たトピックの中でもう本当に誰がどういう判決を書いたのかきちんと名前を共有して見続けるということ共有し続けるということで今回福川の交際に関して判決が出る前からシダハ判決と名付けて 待ち受けて監視をしていくということ。あの、すごい、あの、面白い、そう、面白いアイデアいっぱい出ましたよね。はい、で、その、ゼッケンをつけて歩かなくても二人だったらできますっていう話とか、ゼッケンをつけなくてもはがきを100人集めますとか、本当にいろいろなやり方で自分の周りにこうアプローチしていく、変えていくっていうことは、それが、結局は世の中を変えていくと思いますし。はい、でね、私ずっとね、佐藤さんがおっしゃった、 一日三十万円の人の利益と、まあ我々の価値観の違いをどう乗り越えるかっていう話なんですけど、まあ一日三十万の利益の人の方が、まあ人数少ないんじゃないかなと思うので、どちらかといえば、ね、あのー、一日一万円以下の人がもう大部分だと思いますので、あのー、そのね、数の力があるっていうことを思い出すために、 自分が生活している周りの人たちにどう話をして、ゼッケンをつけていくのか、はがきを書いてもらうのか、お茶飲みながら喋るのか、通りすがりの人、生活で触れる人たちにどう情報を共有して、フレッシュな怒りを保つためのリアルタイムの情報を、現地検証してもらうための情報を共有し続けるか、ということが重要じゃないかと思いました。あ,ありがとうございます。ちょっと時間をオーバーしてしまったんですけど、はい でも,もうどうしても最後何か言いたいよという方がいらっしゃったら、ね、本当に、ね、あのいもう短い時間で受け付けますがよろしいでしょうかこの後もあのもずっと皆さんでしゃべりながら共有しながら考えながらということを続けたいと思います。今日はお時間ををいいいたたただだきき足を運んでいただき本当にありがとうございました いろんなアイデアを出し合って、本当にすごい集会になったと思います。脳が活性化して様々なアイデアが生まれたと思います。今、原発事故の責任を国が取らないという問題。それからですね、あと、子ども被災者支援法。これは住む人も、避難する人も、帰還する人も、選択を自らができるように国が支援するという法律ですね。これが実行されていない。こうした問題はやっぱ国、それから政治、行政の怠慢です。 こうした問題に私たちはやっぱ声を上げていかなきゃいけないと思います。ま、マコさんが報告集会で言われたんですけれども、やはり忖度しないで、あの、空気読まないで大きな声を上げていく。それから一人でも行動していく。こうした提案がもう本私たちやっていかなきゃいけないなというふうに思いました。えっと、それから会場のカンパを今集めてますので、ぜひカンパの方もご協力お願いいたします。 それから最後にですね、えー、はがき作戦について、えー、佐藤さんからもう一度ご案内いたします。よろしくお願いいたします。志田、えー、原裁判っていうことですね。志田原判決っていうことですので、この志田原さんをちゃんとこうイメージして目の前にいると志田原裁判所がいるんだと、で彼に話したいというね言葉をぜひここに書いてください。で これはね、持ち帰って自分で出しちゃいけないです。何度も言いますが。えっ、ー、とね、もう書いた方は、この受付の方に置いていってください。で、それで、じっくり考えて出したい方は、家に持って帰って、で、封筒にね、あの、あると思うんですけども、あの、切手の貼った封筒、そこに書き入れた、この葉書を入れて、で、その封筒の宛名もありますから、そこにポンと投函してほしいと。で、裏側には自分の、あの、ご住所の名前、えー、ぜひ書いてください。ということです。あの、今日は本当お疲れ様でした。 では今日はお集まりなさ、皆様本当にありがとうございました。えっと、次ですね、1月26日が、東京高裁の判決の日です。11時30分ですけど、その前に多分行動を提起すると思いますので、またご案内したいと思います。あと、この参加、受付表ですね、まだ書かれてない方、はこちらの方に受付表を出していただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。これからも頑張っていきましょう。 と傘を